さあ、ただいま時刻は夕方の5時になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ひらちゃんこと平田圭司です。よろしくお願いします。さあ、今日はですね JFA ハウスにやってきましたけども、私の隣にいるのは J リーグキングさんです。よろしくお願いします。イエイ。もうこう見えてももう25歳ぐらいになるんでしょ、 J リーグキングさんね。いや、いい動き、キレがまだ全然いけますね。イエス、いや、いいです、いいです。さあ、キングさん、私、初共演ということでございますが、今日は、J リーグにとって特別な日なんですよね。どういう日か教えてもらっていいですか。はい、よいしょ。はい、2018シーズンの J リーグの全日程が発表されました。ありがとうございます。さあ、ということで、今から3時間にわたりまして、その日程を見ながらですね、ゲストの方とお話ししていくわけですけども、そのあたりでキング1枚めくってもらっていいかな。あ、僕がめくるの、わかりました。やっぱそれはキングやもん。キングは何もしなくていいですよ、僕がやればいいんですから。はい、こうですね。じゃあキングさん、これキープしてください、これキープしてください。はい、ゲストの方と話していくわけですけども、ツイッターで視聴者の方にも参加していただこうと思っておりますので、ハッシュタグ J リーグ開幕で質問ご意見を募集しますので、よろしくお願いいたします。ちょっとこれでほんならキープしようか。はい、 OK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 、 これでいい。ありがとうございます。できる仕事できます。あんまり横でガシャンガシャンっていうことやめてくれる。さあ、ちなみに、多分選手とかも監督さんとかチームの方もいろんな目標を立てると思うんですけど、キングさんも何か目標あるんですか。あるの？あ、めくれ、わかりました。じゃあめくりますよ。はい、カメラさん行きますよ。キングの目標こちら、マスコット総選挙第1位。おい、去年最下位やったらしいじゃないか。あかんやないか。でも今年は違うと、今年のキングは違うぞということで、今年は1位を目指して頑張っていくってことですね。そしてもう1枚ある。よし、もう一枚いきますよ。はい、こちら、よいしょ。そして真のキングになること。サッカー界には本当にキング、あ、もうキング、あ、動くね。意外と動けるな。でもね、キングともう考えたらいろんなキングいますよ。そこにもう勝るキングになるってことですね。カズじゃないの、キング。ほら、言われてますよ、やっぱカズさんじゃないのみたいな、しょぼーんしょぼーんみたいな感じになってます。違う、俺がキングになるんだということで。じゃあ今シーズンもいろんなスタジアム行くんですか。じゃあ声かけてもいいの、キングみたいな感じで。あ、声かけてくれということなので、皆さんぜひ、スタジアムでお会いした時は、声をかけてくれということでございます。さあ、真のキング、そして1位になれることやら、今年も頑張ってくださいね。ということで、じゃあもうお時間ということで、ケツカッチン、ケツカッチンですね。いろいろお仕事があるそうなんで、じゃあまたね、頑張ってね、ありがとう、バイバイ。こんだけ、たくさんのゲストを呼んどいて最初ですぐ去っていくってどういうことなんでしょう。じゃあちょっと戻りましょうか。さあ、今日は日程がこの後ろにも、もう日程がこうやってね貼られてます。全日程が、貼られておりますね。多分見てる方もかなりこうどういう日程になるのかなというのを、気にしてるとは思いますが、それでは皆さん本当によろしくお願いいたします。お願いします。さあ、それでは紹介していきましょう。まずは J リーグ副理事の原博美さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこの前シーズン終わったばっかりかなと思いきや、はい、もう2018年シーズンの日程が発表なんですね。早い。今年はワールドカップあるんで、はいはいはい、ACL も含めてちょっとこう全部前倒しに来てるっていうのもありますかね。はい、やっぱりこうご覧の方はやっぱり気になる試合とかあるじゃないですか。だから早くチェックしたいっていうのが多分あると思いますね。これはもうじゃあ17時に一斉にバンとも、ボーンとこう発表しましたんで。じゃあ今チェックされてる方はかなりチェックしてるということで。そうですね。じゃあそのあたりよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、そして、水沼貴史さんです。お願いします。お願いします。おめでとうございます。どうも。ありがとうございます。違います。開けてます。まあ開けましてもそれもありますけども、ご子息が、ご結婚を発表されたということでおめでとうございます。実は結婚はもうされてた。12月にね、はい、入籍はしていました、ね。
じゃあそれはもう、もちろんさん親ですか、知ってますよね。はい。いや、違いますよ。いや、今日初めてなんですよ、なんかおかしなことになりますね。いや、その間に僕もお会いしてるんで、ちょっと一言、いや、実はこうだがね、とか言っていただいたら。ここはじゃあ本当に大変でしたよ。あ、絶対言ったらダメというか。そうか、オフィシャルで出るまでは、高橋さんも一言も漏らさずに、はい、あ、そうか、それはダメですもんね、はい、あの情報漏れがすぐ分かりますもんね、はい、誰だ俺だっておかしいでしょおかしいですもんね。 でもどうですか、今日もね、ここに建物に来られても皆さんおめでとうございますっていうか言ってくれるじゃないですか。いや、え、言ってくれませんでした。 LINE とかは来ましたけどね、ここではあんまり言われなかったどうですか、やっぱりでも嬉しいでしょ。嬉しいですよ、それはね、はい、それだけこう祝福されるっていうのは、はい、嬉しいです ね、責任も出ますしね、彼にとってね。だから2017年はあの水沼宏太選手にとってはすごいシーズン、良かったですね、でしたね、公私ともにという、うん、はい、それはありがたかったですね。ちょっと今シーズンの活躍も期待したいというところでございますが、はい、そのあたりも聞いていきたいと思います、はい、さあ、そして、橋谷浩一さんです、よろしくお願いします。実際まだあの東京にはちょっと雪が残ってるんですけど、はい、もうすでにねキャンプも動いてますし、はい、シーズンが始まるというところですけど、はい、うん、どうですか、監督さんとか選手とかってこの時期どんなお気持ちなんですか。いや、もう今シーズンやるぞっていう感じですね。それとあの移籍してきた選手たちがいるんで、はいはいはい、まあ、その選手たちとは積極的にこうコミュニケーションを取りながら、はいはい、自分のサッカーのスタイルとかを伝えてるとかっていうところですね、はいはい、キャンプってやっぱり選手としてはもう早く終わってほしいというか、もうここは大変やなというところでしょ正直。まあ、あの一番走り込める時期っていうのはこの時期なんで、はい、まあ、あのゲームをやって、はい、でうまくいかなかったら、はい、ちょっとここ追い込まなあかんなみたいな感じで、こうそういうのもあるんですよね。これあの高橋さんもそうですけど、選手時代に思ってるキャンプと監督になった時のキャンプってまた全然違うんでしょ。違うんじゃないですか。選手の時は本当に嫌でしたもんねいやまたかよみたいな、どんだけ走るみたいな。だけど監督とか指導者になるとこうやらせなきゃいけないなっていう感じに全然変わるじゃないですか。だからあれ、橋谷さんどうですか、監督だともうあの終わりでももうちょっとやりたかったなみたいなこともあったりするんじゃないですか。いやでもね、1日のスケジュール結構きついんですよ、監督とかコーチとかも。午前午後練習したり、うん、ね、まあ、朝やるところもありますよね、サンブレーンやって、はい、夜飯食ってそれから分析またやったり映像を作ったり、もう寝るのも11時とかもう12時ぐらいになるんですよ。でまた朝7時とか6時に起きて走るとかでしょ、はい、だから結構きついんですよね。だから選手はもちろんきついんですけど、スタッフも相当きつい、はい、うん、はい、もう1週間ぐらいでいいかなっていう感じですけどトレーナーさんとか大変じゃない。まあね、もうすごいスケジュールですよ。トレーナー一番大変だよね、トレーナー本当にキャンプ中は休めない、はい、ほぼ。なんか僕らのイメージ、選手がもう大変でいうイメージがありますけど、はい、周りの人もみんな大変っていう、前と後がトレーニング中だけじゃないので、うん、選手はね、もうトレーニング中ガッとこう集中すればいいですけど、はい、ね、その後がという、はい、でもそれもいいシーズンを迎えるために大事なことですからね、はい、ちょっと選手もここは一踏ん張りしていただきたいと思いますが、ね、さあ、そして、日本サッカー界のご意見番ご意見番といえば俺しかないやろ北条さんでございます、よろしくお願いします。すいません、申し訳ないです、あれでしょ、あの北条さん、はい、ご自身であの台本は俺ご意見番してくれとおっしゃったんですよ。知らないやつだなっておっしゃった。いやいや、俺しか意見言うてないやろぐらいの感じで。いやいや、とんでもないもん。そんなことないですか。今日アシスタントですから。いや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 、下がアシスタントすいません。いやいや、北条さんにいろいろちょっと教えていただきながら。何もないです、教えて。どうですか、取材する人っていうのはこの時期はやっぱりもうキャンプに行ってってことですか。皆さんもキャンプじゃないですか、もうキャンプ一番楽しい時期ですか、うん、取材は。あ、楽しい時期。選手もあの練習終わった後はご飯食べた後、うん、もうあんまやることないんで、はい、ガンガン喋ってくれるんですよ。なるほどね、はい、そうか、シーズン中よりも今の方が取材はしやすい。一番だからこう選手と長くなるの一番キャンプじゃないですか。なるほどね、でもなんかその記者の方って J リーグのシーズンが終わったり休めるかなと思ったら、もっと高校サッカー始まるじゃないですか。そうですね、で高校サッカー終わったらすぐキャンプで、結構休む暇ないですよね。ないですね、僕は思いっきり休んでますけど家事手伝いなんで、ね、いやいや、もうあの
ゲームセンターで活躍されてますけど、ね、もうゲームセンターで活躍するのも、あ、そんなん言ってる場合じゃないんどんどん今日よろしくお願いします。さあ、今日は、日程開幕カードがすでに発表されたということですけども、本日全日程が発表されたんですね、はい、本当にこの17時、うん、このタイミングでバーって一斉に、はい、各クラブあるいはこうメディアに発表したと、うん、でそこで、まあ、そのタイミングでせっかくなんで、はい、これを皆さんにもっともっと知ってもらおうと思って、はいはい、こういう皆さんと集まってこういう発表をやっぱり J リーグとしてもやった方がいいんじゃないかって言ったら、うん、僕も出ることになってました。原さんが言ったんですか。そうなの。あ、っていうかそれ出なきゃまずいってね、うん、そうそうです。そうそう、でそういうのをほらどん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 さ、ただバーってこう流すだけじゃなくて、うん、この話題もどん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 こう増やしていきたいっていうのが、特に今年25周年になるんで、はい、うん、そういうことも積極的にね、うん、やっていきたいなっていうふうに思います。これ原さん、これまでは日程決まった発表しました皆さん見てください、はい、で終わってたんですか。まあ、どっちかっていうとそういう感じなんですけど、あの我々こうやって自分たちでもあのダゾーンになって、うん、あの著作権制作権もあるし、はい、その映像も使ったりしてどん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 自分らからもっと発信していくということを怖がらずにやっていきたいなっていうふうには思いますけど、ね、開幕だけなんで すごい最初の辺に出たの。あ、さっき出ますよね。あれねまあ注目されるようにあって、あの細かい、あのなんていうの、確認をいっぱいしないといけないんですよ。でこれさっきのあの話で答えると、答えてなかったね、あの日程くんっていうパソコンがあって、はい、日程くんそれ日程くんっていうので、結構毎年ほら最後にいいカードでさ決まってるじゃん、日程くん、はい、ドラマがね、あれが2つあって、こうメインとサブとこうその中に、各クラブからそのスタジアムここはいつ取れるとか、あ、コンサートがあるからこの日は使えませんとか、ここは絶対ダメですとか、はいはい、花火大会があるんでここはダメとか、各クラブからこう出してもらうんだよ。で例えば難しいのは、11月1日に天皇杯決勝でセレッソが勝つか、去年で言えば横浜 F ・マリノスが勝つか、それによって ACL 枠がどっちになるかとかによってそれも考慮しなくちゃいけないんですよ。だからその担当の、あの人は1月1日の決勝戦が終わってその直後からブワーってそういろんな条件を入れてって、その日程君にこう出させる。そうするとそのいろんなその条件があるよね。 ACL がここあるからダメです、うん、なんていうの、このスタジアムここは取れないからダメです、雪国はここはダメです、うんうん、でその中で3節ホームアウェーアウェーアウェーはダメっていうのがもう大きな決まりがあって、ホームホームホームもダメ、うん、だからそういういろんな条件を入れていくと、まあ、できないわけだ。できないから各クラブにまた連絡してこんだけ出してきたけど、うん、こんなんじゃダメだから削ってって、そのいくつか、じゃあ一つ二つ消して条件をそれの中の削ってくんないと組めないっつってやって、削ってもらってまたそこに入れて、そうやりながらやってる。うわー、日程大変ですね。大変いやこれね、ほんま人間の力だけでやろうと思ったらこれすごい労力ですよ。そうでしょ、難しいでしょ。だから日程くんがいないと、日程くんは結構このほら最終設定決まるようなカレンダーって、はいはい、結構いいカレンダーを最後は作ってるの。作ります。本当に日程くんなの。本当に日程くんが、まあ、担当のねがこういろんな、だからそれもやった後もう一回各クラブに確認して、絶対ダメって言ったのこれ入ってるよねとかってなると、うんうん、またそれで全部またこう変えなきゃいけなかったりと、すごい大変な作業を、うん、やってますね。日程君にその友達は何人ぐらい？友達はもうあれじゃない？もう一人いるね。一人しかいない。もし万が一これが何かあった時っていうんで、このもう一人。そうか。ある。日程君がちょっとインフルエンザかかったりとか、そうそう、それで動かなくなっちゃうとか、なんか固まっちゃうとか、はいはい、なんでこう予備で持ち込もうそりゃそうでしょ。日程君も体調悪い日もそうですよ、ね、あるでしょうし。じゃあなんでこんなスケジュール組んだんやったら、日程君にちょっとクレーム入れる、ね、まあそうそう、日程君、日程君はでも頑張ってるついじゃろって、このスケジュールねえだろってそれは、ね、原さんには責任ないわけですよね。日程君が、日程君それおかしいですよその所在はっきりさせてどうするんだみたいな。いやでも決定権は日程でも日程くん何気にボンってこの辺に置いてあるみたいな感じで、小さいんですね。あ、そう、あのね、このぐらい、ぐらいの、イメージこう、こんなんだよ。だからスーパーコンピューターみたいな小ぶりです日程くん小ぶり。今度日程くん持ってきてみる。で移動できるんですか、日程くん、うん、見たいです。だって見た人 いないでしょ、日程くん。いないよね。いないです、いないです、見たいです。じゃあ日程くんって書いてある、
もう書いロゴかなんか書いてるんですかね。今度書いてくる。今は無印。まあでも本当にね、担当の人はもう本当にその開幕だけが決まったとしても、その後のまたいろんな調整もあるんで、はいはい、でましてや今回からその金曜日も入れるってなった時に、例えば同じチームばっかが金曜日になっちゃったりとか、あるいはアウェーが同じチームばっか金曜日、金曜日ばっかアウェーだよねっていうのも、それも公平にするとか、もう結構難易度が高くやってきて、あの1日からほぼ休みなしにここら辺まで来てる。じゃあワールドカップイヤーなんて特に経営が詰まるから大変。大変大変、本当に大変だわ。大変大変です。だからあの、はい、あの今日ね、日程の発表ですけど、本当にその苦労というか重ねた成果が今日のこれなんですよね。そうです。だからそれをちょっとまあ皆さんにも知ってもらいつつ、はい、あの各クラブの担当者は多分それを本当にやり取りして、ここは絶対ダメだとか、ここはホームにしてほしいとか、うんうんうん、ここは集客呼べるからこの相手でこうだとかっていうのはすごいまあ難易度は高いですね。だからこの日程君とそれ担当してる人も連れてきますよ。マジですか。お願いします。だから本当に大変だっていうのをちょっとね、いや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 、皆さんにも知ってもらった方がいいかもしれない。でもちろんこれサポーターの方もすごく楽しみにされてますけど、どうですか柱谷さん、監督されててもやっぱり日程が出るっていうのは重要でしょ、はい、もう重要ですね、うん、あのまあ星勘定じゃないですけども、うん、まあ、どういうスケジュールになっててどの辺が厳しいかなとか、はいはい、まあ、そういうのはやっぱよく言いますよね。じゃあそれ出た日っていうのは結構ずっとこうにらめ、はい、にらめっこというか。そうですね。でまあ、ここがアウェーかとか、うん、あ、あのシーズン寒い時期とか暑い時期とかがあるじゃないですか、はいはいはい、やっぱそれも見て、うわ山形に11月から結構寒いなとか、あ、そういうの結構あるんですよね。だから水沼さん、どっちにしろあのアウェーホームで1試合ずつやるんですけど、その時期とかってもう結構大事ですね。いや、それはそうじゃないですか、やっぱり、うん、なんか頭の中で例えば昨年の成績を入れといて、はい、でこのチームと当たるときはどのぐらいの時期かとか、でスケジュール的に例えば日程が詰まってる時に連戦だきついなとか、うん、多分あるんじゃないですかね。うわー、ですがその北条さん、その雑誌書く方もこれ結構重要というか、はい、そうですね、ね、あの昼間開催の時は、うん、こうはしごできるかなってみんな計算しながら、うん、はい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 、開幕戦あこれ3ついけんじゃんみたいな、うんうんうん、多分今回だったら都数金曜日なんで、はい、都数行って移動して名古屋行ったり大阪行ったりして、うん、あの岩田行こうかみたいな感じで、そういうのは考えてるじゃないですか。僕も結構日程好きなんでずっと見てる時ありますもんね。ああ、この日どこ行けるかなとか、ね、まあ、サポーターの方も相当気になるとは思うんですが、今回 の, そのまあ見どころとかね、原さん、はい、なんか変更点とかもあったりするんですか。まず大きな変更は、はい、J1 参入プレーオフっていうんですかね。あ、はい、結局去年まではその J2 からのプレーオフで、うんうんうん、1チーム3位のチームっていうかこう J1 に上がるの決めてましたよね。それとこの16位とそこが当たると、はいはい、もう1クッションとの上がるのが大変になったっていうのが今年から導入されます、うんうん、これ大変ですね。なかなかこのまずプレーオフ勝ってその後また J1 と戦うっていうのは、ね、大変です。これ導入した、まあ、狙いとか、うん、まあ、そういうとこはどういうところなんですか。これをやろうっていうふうになったのこれ、まあ、去年あたりから、はい、実行委員会って J1、J2、J3 って、うん、54クラブ集めて前はやってたんだけど、はい、なかなかそれで意見が出ないっつって、うん、もう J1、2時間、うん、J2、2時間、J3、2時間ってやってて、はい、その当然 J2 はさ、うん、今まで通り3つがいい、はい、でこう J リーグとしてはやっぱりまだできて今年で25年 になるじゃない、うん、でできるだけ J1 クラブを多くということで、はい、3つストレートに上げてきた、うん、ストレートというか参入戦も含めて、うん、で一方で J2 って去年から初めて2つ落ちるようになったんで、うんうんうん、去年は結局上がれんのが、ね、なかったんで1 チームだけだったんでっていうのはあったんだけど、はい、J2 ってどっちかっていうとそれまで J3 ないから上がるだけ3つ、うん、はいはい、でそれでいっぱいこう J1 を経験させようって言ったんだけど、うん、もういろいろこうやっていくとそろそろ J118 チームを3つ落としちゃうっていうのはいろいろ調べてみると世界的にはなくて、やっぱり入れ替え戦はやったよね。ブンデスリーガもそうなんだけど、はい、20チームあるところはストレートで3つ落ちるとか、あるいはその入れ替え戦やる、うん、あるんだけど、でそれでやっぱりこうそろそろ J1 の方もある程度
投資をしたり、特に ACL チームが意外と ACL やると落ちたり、うん、今まで16位でしてんですよ、はい、でまあ、そういうのもいろいろあって、うん、まあ、いろんなことを考慮してこれを導入しようっていうのを、まあ、J2 はもちろん反対はしたんですけど、去年の例で言ったら、まあ、名古屋がそこ立ち上がったところでもう一回やんなきゃいけないってことですね、 J1 のチームと。うわ、それきついですね。大変ですね。日程もそうだしね。そうですね。スケジュール的にも。やっぱり J2 の人に聞くと、この参入プレーオフ、はい、これはやっぱり6位までが出れるっていうのは絶対残してほしいと。だからシンプルに言うと、その入れ替え戦だよね。こっちの3位と。だけどやっぱり J2 見てて分かるように、本当に最終2節ぐらいまで10チームか11チームぐらい可能性がありました。これはやっぱり絶対残してほしいっていう案と、入れ替え戦って一発勝負なんだけど、これをまあ足してこういう形が今一番いいんじゃないか。逆に J1 の方も16位17位やろうというチームはもうすごいですよね。すごい、自動で落ちるのかもうワンチャンスあるのかっていうところの争いですよね。これがまあ大きな違いですね。これはでも最後までハラハラ感が出る感じはしますけども、はい、だから J2 もできればというか、まあ、当たり前ですけど自動昇格、いやそこ狙いにくいし、ね、じゃないと結構大変ということにはなりますけどもね。全部終わってあと3試合なんですよ、うん、はい、そうですよ、大変、3連勝しないといけない。最後あれはホームアンドアウェイですか、一発だし、一発もう日程が入んなくて、だからその上位の方のホーム、だから J1 のホームだね。あ、J1 のホームで勝ち上がってきた人が一発。うわー、これは。でも本当に力がないと上がれないってことですよね。そうだね。J2 のチーム。まあでもそういうことですね。そうですね。そのチームに勝たないと本当 J1 に行く資格がないぐらいなことを言われてるんですね。すごいですね。はい、で、あのウルヴァンカップの方ですけども、昨シーズンからの U21、はい、21歳以下。あれ、はい、あれを導入して、はい、いろいろあの、ね、我々も監督やって、うん、はい、あのいろいろあったんですけど、もう若い選手を思い切って使うようなレギュレーションにして、うん、まあ、決勝だけはあの21歳以下義務付けなかったんですけど、うん、でも結果的には21歳以下も、はい、あの決勝に出て、うん、でこれを今年は決勝まで全部義務付けるということと、はいはい、あのルヴァンカップやってて分かるように、うん、ACL に行かないチームでやるんで、はい、そっと4チーム行くか、うん、あるいは3プラス3チームしか行かないかっていうところ分けて、はい、うん、7チームとか、うん、そういうチーム数なんですよ、はい、で7チームでこのリーグ戦をやるっていうこの難しさ、うん、1試合あの1チーム試合がない、はい、それとすると どこがどっちのグループでどっちっても分かりにくくて、うん、だからそれをちょっと変えて、はい、なんていうんですか、4-4-4-4だから16チームにしようと、はいはい、そうと足んないよね、足りないですね、J1 だけは、うん、なんでそこにで、あの本当に大変なんだけど、あの J1 から落ちたそのチームを入れて ACL と同じ、基本的には同じようなカレンダーで4試合でホームアンダーウェイをやろうと、あ、そんであの ACL に行ってるチームが4つあれば、はい、こっち上位2チームずつ出てきてたすきかけでこうやるとかっていう風な分かりやすさ、うん、ACL と同じレギュレーションしました、うん、ホームとアウェイ1回ずつやる、でもしなんかこう勝ち点が並んだら、うん、あのアウェーゴール数で上回るとか、うん、レギュレーションも同じくすれば、うん、ACL に出た時もいいよね、はい、あるいはサポーターにも分かりやすいよね、うん、どのチームとやってる、はい、相手がどこでっていうのも分かる、はい、じゃあホームなのかアウェーっていうのもはっきり分かる、うん、奇数チームでやってこう回ってもホームの時もあればアウェーの時もあったりとか、すごい難しい、うん、あ、でサポーターの人に聞いてもクラブ関係者に聞いても今度どこおったら、うん、あれどこだっけなって言ってるのがちょっと多かったんで、分かりやすくあのいろいろ議論して、はあ、よりあれですね、ホームアンドアウェーの意識が、うん、そうそう、うん、だからクラブにとって高くなりますね、ヨーロッパの感覚ですね。それで ACL 出た時も同じような戦い方なんで、ーホームとアウェーの戦い方もいいだろうし、はい、監督、うん、選手にとってもその、うん、そういう経験になるかなっていうことで、はい、どうでしょう、入れるチームに J2 のチームが入るんですよね、上から落ちた、落ちてきた、そうそう、あの上から落ちてきたチームが、はい、上がるの大変なんだけど、はい、そうそうそう、大変ですよ、日程は大変ですね、J2 のスケジュール大変ですか、だからその日程君もやるからそこも大変なんだ、本当にそこまで全部やるんですもんね、日程君、そうなんです、すげえな、だからなんかそのルヴァンに出れるモチベーションと、はい、でも、うん、その J1 に行くシーズンで、はいはい、そこが入る大変さ、うん、J2 のクラブがルヴァンカップで優勝したりとかしたら上がれるとかね、うん、だからそんなのあればあれでしょうけど、ああそういうモチベーションがね、まあだからそういう風にしたいけど、そっと上がれる枠を減らさなきゃいけないんだ、ね、ご意見もある、ね、ほらだからそういうのがあって、でいろいろ考えて、どのだ落ちたチームを
そこに入れるのはきついんじゃないかとかっていうのあったんだけど、うん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 、一方で降格救済金つって落ちたチームは、うん、あの J1 の、 その年間予算のなんか8割ぐらいはこうもらえるとかって、うんうんうん、1年目はそういうつけたんだよ。だからそれをもらってるクラブなんで、うんうんうん、そこに出てもらおうと、あるいは出たいクラブがどうだとか最初いろいろ考えるやりたいクラブ、育成にあの力入れるクラブが出てもいいんじゃないかとかいろ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 議論して、やっぱり降格救済金をもらうその落ちたクラブがやっぱりお金も多くもらってるし、うんうん、出るべきだっていうふうに決めました。これあの水間さん、もちろんね、その100点の日程なんてどの世界にもないじゃないですか。で100点のレギュレーションも多分ないと思うんですよ。だからこうやっていろいろ試行錯誤するっていうのはいいんじゃないですか。まあスタートとしてはいろんなことを試みるっていうことは、うん、原さんになってすごくいろんなことを改革されてるので、うん、はいはい、まあ、それも今年また新しいスタイルですね。まあ、そうだね。それでまあ今年あの本当にこうね、水間高橋とかさ、あちらだに小一とか、はい、ほら25周年じゃない、もうあれから25年、うんうん、今年の5月15日で25周年なんで、はい、記念のロゴを公募しました、はい、これも公募してあの皆さんの意見を聞いて、はい、このなんかこのおめでたいこのほら、うん、ずっと続いていくというこれと、はいはい、このマークが採用されて、はい、これを今年25周年ということで、はい、いろんなところで使いたいというふうに思っています。もうどうですか水間さん、あれから25年経ってますけど、それこそキング君がこう出てきた時から25年ですよ。 あのピッチに立ってたんですよ高橋さん。確かにね、そうです。多分知らない人はいっぱいいると思いますよ。いや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 、すごいすごいですよ。いやいや本当にいいんですよそういう話。うわそうか、もうあれから25年、まあ、今年1年かけて J リーグもこうなんか5月15日だけなんかお祝いとかじゃなくて、1年かけて20あのアウォーズまで含めてもうこう1年かけてその25年次どうしていくとか、あるいはこういうふうに考えてるとか、いろんなイベントとか、あるいは今言ったように OB の方たちとかをなんかもう集めて、あの日本人もそうだし海外から来た大物、うん、OB もいたりするじゃないですか。いいですね、そういう人も例えば集める会はどうだとか、はい、1年かけてなんかそれをこの25年に感謝して、はい、次の25年に向かっていこうっていうのをちょっと考えてます。なるほど。ちょっと OB の試合みたいですね。あ、それもいいよね。見たいです。本田さん、誰なんですか。俺のクロスから原博美ヘディングみたいな。あ、いや、あげるわけでしょ。いいですね。あげるわけでしょ。もうなんかジャンプできない。そこは原さん、ダイビングレッドでしょ。ここら辺は一緒にやってましたからね、いつもね。そうですよね。日本代表じゃないですか。いや、そこはもうダイビングヘッドですよ、原さんはもう。いやいや、ダイビングヘッドダメでしょ。ジャンピング。でも、そういうね、いろんな人があって、はい、今これ25年、うん。だって今でこそ25周年って言ってるけど、うん、本当に最初は、これ成功するかどうか、うん、もしかしたら、うん、何年かしたら潰れちゃうんじゃないかっていうぐらいの覚悟もあったよね、うん、だって10チームでスタートしてる。そうだよね。そうです今何チームあるんですか。今54含めたら、100年構想クラブとかいれば本当に60近くあるんで、それはこの25年はすごいっちゃすごいスピードで来てるのは来てるんですよ。いやだからたくさんの方が携わって尽力されてそこまで増えてるってことですからね、うん。いやちょっと OB 戦、北条さん誰みたいですか。 OB 戦誰みたいですか。マイヤー呼んでほしいですね。マイヤーみたいだね。ファーストゴールだもんね。ファーストゴールやっぱり呼んでほしい。マイヤーみたいっす。え、ルーマさんもマイヤーに会いたい。マイヤーみたい。マイヤーみたいですね。マイヤーみたい。そう、なんかそういうのちょっと投票とかして やってほしいですね。ねえ、まあこの間ディアスは見たのでね。ディアス監督だもんね。ね、はい、見ました見ました、ね、はい、だいろんな選手、だって橋渡さんも一緒にこうプレーしててもあいつすごかったなっていう選手がいっぱいいるでしょ。いっぱいいますよ ね。そういう選手でも年取ってますからね。もういや自分も含めてなんですけど、ね、イメージ先行じゃダメなんだもう。あ、なるほど。もう年齢はもちろん重ねてるので、でもやっぱりあのボールを蹴るフォームとかって変わらないじゃないですか。でもこの間あのジーコさんが向こうでブラジルでやった試合とかを見たけども、体も全然違うけど、うんうん、やっぱり何でしょう、見てる人たちの熱狂とか違うんだよね。すごいな、すごい、ね、ジーコ入れたらみたいな。年末ね、年末で、そうそうそう、あれ村井チェアマン行って、行ってて、それであの向こうでも話もして、はい、ジーコさんも協力してくれて、はい、それこそ OB 会長になってもらって、うん、みんな集めてなんかやろうっていう話も今企画が、ジーコ言ったらブラジルの選手絶対来るでしょ。いや、それは来てくれるんじゃん。断れないでしょ。来てくれるんじゃないですか。すごいね、レオナルドとかね。ああ、だからこういうのやってほしいとか、うんうん、そういうのもどんどんこう意見もらえると、いや、はい、やれることとやれないことあるかもしれないけど、うんうん、そういうのちょっと J リーグやりたいなって思いますね。ですね、うん、にどんどん送っていただければなと、
思っておりますが、はい、ということで、全日程を見ながら今シーズンの J リーグを語り尽くしていこうということでございますが、まずは、J リーグ開幕を告げる大会ですね、2月10日に行われます富士ゼロックススーパーカップについて、話していきたいと思いますが、やっぱりこうシーズン前はこのねシーズンの始まりを告げるということでございます、はい、昨シーズンの明治安田生命 J1 リーグ戦チャンピオンと天皇杯王者が対戦する富士ゼロックススーパーカップですが、今年は川崎とセレッソの対戦となりますが、ご子息もいらっしゃいます安田さん勝負強いよね。いやいやいや結構いいとこでね、お父さんより勝負強いかもしれない。いや、お父さん譲り譲りか。そこはいや親子で天皇杯取ったんですよ。すごいね、すごいですよ。いや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 、これ楽しみでしょこのゲームは、はい、だってまあ昨シーズンのルヴァンカップの決勝のカードですもんね、はいはい、今日あの会見があったんですよ。あ、そうですか。今日ね、今日あって、はい、それで谷フロンターレは谷口選手、はい、でセレストは京竹選手、はいはいはい、でも谷口選手が言ってたのは、うん、もうルヴァン負けたじゃん、うん、だから優勝したけど埼玉スタジアムだし、はいはい、もう負けて悔しいって思いしかないから絶対勝ちますっていうか、うわ、言ってた、まあ、勝ちたいっていうかもう仕返ししたいっていうかリベンジしたいって言って、いやいやそりゃそうじゃないですか。まあそうだね、そりゃそうじゃないですかその気持ち、うん、だってあそこでフロンターレもまず初タイトルがあそこの可能性もあったわけですもんね。最初の半分以上フロンターレでしたね、水色でしたもんね、はい、だからその中でっていうことですから、いやそういう強い気持ちもあるんじゃないかな。セレッソは清武選手が来てましたね、参加したということでございますので、はい、そちらの模様ですね VTR があるということで、そちらの VTR をご覧いただきたいと思います。どうぞ。ありがとうございます。それではただいまより富士ゼロックススーパーカップ2018開催発表記者会見を始めさせていただきます。今シーズンは、全てのタイトルを取るというところを、目標に、まあ、チーム全員で、話していますし、その中でこの富士ゼロックススーパーカップ、をまず取って、いいシーズンのスタートにしたいという思いは、非常に強くて、そこに向けて今、しっかり準備をしているところです。去年セレッソが初めてタイトルを取って、2冠しているので、今年はたくさんタイトルを取りたいという気持ちは、選手全員、思っていることなので、まず、このタイトルを取っていい波に乗って、1年間いいシーズンにしたいなと思ってます。やはり昨シーズンのルヴァンカップ決勝が、のルヴァンカップ決勝の、悔しい思いっていうのがまだ忘れられていないので、その、まあ、リベンジという意味でも、きちんと戦って、勝って、いい波に乗りたい、そういう思いが強いです。まあ、去年本当にルヴァンで戦った時に、まあ、正直僕たちは優勝しましたけど、力の差っていうのはすごい感じた試合だったので、まあ、正直できればこのタイトルをかける戦いであまり戦いたくはないっていう相手です。まあ、本当に J リーグ王者ですし、胸を借りるつもりで、まあ、戦っていきたいと思いますし、まあ、しっかりとタイトル取りたいなという気持ちでありますけど。さあということで、VTR をご覧いただきました。原さんも参加されてたんですね。はい、それでこんな格好してる、うん、そういうことか。一応いろいろスケジュールもあって、はい、村井チェアマンもちょっといろいろあったりとか、あとチームの調整が結構大変じゃないですか今それぞれキャンプ地が、はい、例えばセレッソは昨日だかタイから帰ってきたって言ったし、フロンターレは沖縄かな、うん、なんかこうやっぱそのスケジュールを結構合わせるのが大変だったんで、はい、両チームのスケジュールをこううまく合わせて今日のタイミングっていう風になったんですね。それ日程くん日程くん、それは日程くんじゃないわそれは日程くんじゃないと思いますけどね。柱谷さんどうですか、選手お二人の表情をご覧になっていかがでした。いや、 やっぱりリベンジしたいっていうね、負けましたからね、うんうん、川崎はこれまず勝ちたいっていう思いが強いでしょうね。なんか僕はね、選手からねどんどんその、はい、試合に向けてそういうコメントをどんどん出してほしいなと思うんですよ。はい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 、ね、まあ、監督もねよくそういうのやりますからね、うん、海外では、はい、そうなんですよ、はい、
それがこうニュースに乗っていくっていうか、うんうん、それがね、水野さんいいですよね、なんか監督さんとか選手同士がちょっとこうやり合うじゃないですけど、試合前にこう、まあ、刺激し合うのはいいんじゃないですか ね、うん、ねやっぱりそれがピッチに出てモチベーションに変われば一番楽しいんじゃないですかね、うん、でもやっぱりその昨シーズン の、 あのルヴァンカップのファイナルで負けた悔しさっていうのは相当なんですね、うん、まあ、本当に両チームとも初タイトルがかかってたし、うんうん、はい、でまあ、ゲーム内容としては、うん、まあ、フロンターレが圧倒してた部分もあるし、うん、立ち上がりと最後の最後じゃないですか、はい、うん、やっぱりね年間通して自分たちが力が出てきてて、うん、いい試合をしてて、はい、その前のリーグ戦で圧倒してるわけですよ、4日かなんですよね、そうなんだよね、それもあるから、うん、っていうのは多分あるんですよね、あ俺ら出せれば本当にこんだけの力が出るのにみたいなところを出させなかったのかもしれないですね、うん、セレッソがやっぱそういうのがあるから面白いですよね、でも北条さんその後にフロンターレはリーグを取ってますからね、そうですね、うん、素晴らしかったですね、うん、あれへこみますよね普通は2回チャンスありました、 ACL もね、うん、はい、あった退場しちゃって、あの車でしたね、うん、退場して負けちゃって、うん、でナビスコもいけると思って取れなくて、はい、へこみそうなところでよくね頑張って最後ひっくり返して、うん、あ本当に素晴らしかったですよね、だからあのこのリーグを取ったということがどれだけ大きな影響があるのかっていうのは、うん、まずこの試合でそうですね見れるという、原さんも非常にこれ楽しみなカードになりましたよね、楽しみですね、うん、でそれとあのさっきも言ったように今年はその2月10日にちょっといつもより早いんですけど、はい、そのワールドカップの影響もあって、うん、その次の週のもう火曜日にはあの ACL カースイって ACL 始まるんですよ、なんでなんていうんですか、その ACL がまたその次の週にもあるんですよ、うんうんうん、だから10日じゃなくて17とかにそのこの富士ゼロックススーパーカップを持っていっちゃうと、あのすごい最初から連戦になって開幕も4連チャンいきなり来ちゃうんで、でいろいろ考えて10日で ACL と ACL の間1週間空けるというそういうあのカレンダーになったってなんですよね、もう水間さん、あのもうレイソルは1月の30からゲームが、ああそうですね、ね、プレーオフがムアントンと、はい、ゲームがあったりとか、もう動きはめちゃ早いですよ今年、早いですね、はい、1月休んでるチームほぼないみたいな感じですよね、相当スタート早いしキャンプもね始動の早いチーム多いですけど、うん、ちょっとスタメン軽く見ておきますか、フロンターレはこんな感じで、まあ今のところまあ昨シーズンのメンバーと、うん、まあ変わらず基本ベースにというところで、うん、誰が出てくるのかなっていうのを楽しみにしながら、見たいというところになりますかね、あのなかなかあの大久保選手の背番号 の、 あの4番じゃ見られないところはね、見られないですね、ありますけどね、でもまたこれまた楽しみですし、前の組み合わせなんか本当にどうなってくるんですかね、いや本当ですよ ね、 ね、まあ、リーグ、ACL 両方やっぱりあるのでタイトなスケジュール、うんうん、多分両チームともこう2チームぐらいこう編成できるような、うんうん、まあ、セレッソなんか去年もね随分あのルヴァンとリーグ戦で入れ替えながら戦ったけど、もう今年のスケジュール見たらそういうふうなチーム力っていうかメンバーがいないと多分戦い抜けないっていう感じぐらいありますね、これはだからもう柱谷さん、いきなりこのチーム力が問われていきますね、そうですね、まああのまあ、ディフェンスラインとかは割と連戦効く状況ありますけれども、うんうん、やっぱ前線の選手は体のキレとかスピードとかっていうのをやっぱ続けて中3日でやっていくと相当あの筋力的なところであの疲労が出てそれが怪我につながったりするんで、やっぱできるだけ前の選手っていうのはフレッシュな状態でやらせたいんで、おそらくこの大久保が入ったっていうのは、うん、あのまあ、格好付けであの小林の下に入ってますけれども、はい、まあ、誰が出るか分かんないですけど、うん、こう前線はやっぱ熱い選手いる方がやっぱ攻撃力ってのは出やすいですよね、いろんな組み合わせができるようにということですね、はい、さあそしてセレッソも見ていきたいと思いますが、まあ、セレッソも基本は昨シーズンのベースにというところで今この予想フォーメーションスタメンを出していますが、高橋さんいかがですか、僕今山村が書いてないですよね、ああ本当、うん、山村もいるし、はい、まあ、前の選手は、まあ、去年よりも断然熱くなったと思いますね、うんうんうん、まあ、スタメンが誰かということよりも、はい、例えば途中から入ってくる選手たちの、うん、まあ、層を厚くした部分もあるし、これが入れ替わる可能性ももちろんあると思うし、はい、まあ、あとは中盤のところですかね、うん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 、まあ、でもかなりメンバーも新しい選手も入れながら、うん、どうなっていくのか、北条さんセレッソはいかがですか、はい、
そう、山村選手がね、入るのはもちろんあれなんでしょうけど、ただボランチがね、ちょっとこう、もしどっちか怪我した時にっていうのは、で特にセレッソ今年 ACL あるんで、やっぱ ACL と両方やるって本当きついんですね。特にだから中盤の選手が負荷かかっちゃうんで、そこをどううまくやるのかなっていうのは気になります。何かこう聞きますと、セレッソはすごくいい年の次の年がちょっとこう成績が出ないというのが今まであったそうなので、セレッソにとっても今シーズンはすごく大事なだと思います。そういう、まあ、ジンクス的なものもそうだし、あと日程的なもので天皇杯のファイナルまでやってて、本当に休みが2週間きっちりしかなかったんですよね、はい、でそれでもうスタートしてタイに行っているので、まあ、本当にそういう部分ではスケジュール的なものがどういうふうに影響するのかなというのはやっぱり思いますね。だからこそ選手の層っていうのは厚くしないといけないし、やっぱ中盤のところは本当ボランチのところとかもね、きつくなってくるのかなって気はしますよね。これはまたシーズン進むにつれてどういう選手メンバーになってくるのかというのも、見どころかなと、思っておりますけれども、富士ゼロックススーパーカップぜひ、注目してご覧いただきたいと思います。さあそして、今日発表されました J リーグの日程、見ていきたいと思いますが、こちらはもうすでに発表されてはいましたけれども、開幕カードから、見ていきたいと思います。まずは J1 リーグのまず開幕戦ですが、原さん、これがまあ今シーズンから金曜日開催がある週もあると。はい、うん、言ったようにその天皇杯であったり、はい、ルヴァン ACL、そういう時に入った時は金曜日って持ってこれないんですけど、こう1週間空いた時に、はい、入れていこうということで、まあ、それもクラブが、クラブの協力がないとできないんで、はい、まあ、一般的にはやっぱり金曜日だと集客は普段の週末よりは減る可能性は高いじゃないですか、でもいろんな今社会現象で働き方改革とか、週末は自分のために使いたいとか、あるいは子どものサッカー見に行きたいとか、そういろんなこともあるし、注目度をより上げてもらうためにね、金曜日ということで最初トスがそれを協力してくれて、いきなり金曜日打ちやりますって言ってくれたところもあって、このカードが実現しました。これはでも1試合だけというのはより注目は集まりやすくはだと思いますね。それはなりますよね。間違いなく取り上げ方、メディアの取り上げ方も違うと思うしね、これ柱谷さん、だから他のチームの選手監督も見るってことですもんね。そうですね、見れますね。さっきね、マスコミの方もね、見やすいっていうのはありますし、我々もやっぱりそんな生放送で見られるっていうのは楽しみですよね。で、まあ土曜日曜絶対行けない人たちもいるじゃないですか。いるよね、確かに仕事の関係で金曜日やったら行けるのにとか、これがひょっとしたらね月曜日とかになったりするとね、月曜日やったら行けるのにとか、普段の土日絶対行けない人が金曜日に行けるっていうチャンスも増えるんじゃないですかね。これは原さん、単純にそのまあもちろん入場者数はもしかしたらいつもより少なくなる可能性もありますけど、逆にいろんなさまざまな人が見てくれる。そうですね、露出が増える、ね、はい、テレビもそうだし、あるいはその新聞、あるいはそのサポーターもまた違う層の人が来てくれたりとかっていう、そのチャレンジをやっぱりしていこうということで、今年から金曜日開催を取り導入していくということですね。これ北条さん、サポーターの方のその観戦の流れみたいなのもちょっと変わるかもしれないですね。そうですね、金曜日ぜひね、アウェイに行きたいっていう人も多分いると思うんで、行ってその土曜日に、土曜日にその土地でゆっくり楽しむっていう絶対ありますよね、こともできます。せっかくあそこ行ったのに帰らないといけなくて、その街を楽しめなかったっていうこともあるんじゃないですか。ね、でもこれ金曜日だと次の日が休みだから、ちょっと楽しめたりとかする可能性もありますし、それこそメディアはもっと協力しなきゃダメですよね、きっと。その金曜日にやってるゲームがあるっていうことをもっと大々的に次の日に。確かに確かに、ね、だからサッカーってこう日程を意外と知らない、ちょっとサッカー好きやけど、あれ今日試合やってたみたいな人も中にはいるじゃないですか、だからこの日程をなんか皆さんによく知っていただくことがすごく大事。そうですね、かもしれないですね。タカ、さんはこ の, め試合で楽しみな組み合わせみたいなありますか。開幕っていうのはどこも楽しみですよ、やっぱり、この今年のチームどうなのっていうのは絶対最初の試合で見るから、はい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 、まあ、全てじゃないですか、やっぱり全てが楽しみ、はい、でもいい感じかなと思うんですよね。だって岩田とフロンターレも、フロンターレがリーグ戦で最後に負けたのはジュビロ岩田。そうです、そうです、はい、僕そこにいましたけど。ですもんね、引き分けでしたよね、確か。ですもんね、でそこからですから、これまたちょっと楽しみな。柱谷さんはいかがですか。いやもうい
一試合上げるの難しいですけど、やっぱり F 東と浦和レッズっていうのはやっぱ気になりますね。気になりますね。気になりますね。あのまあ健太が FC 東京今度やりますし、まあレッズはまあ今シーズンはね、この J リーグでもう優勝するっていう大きな目標がありますから、まあこの開幕戦のゲームっていうのはまあ今シーズンをちょっと占うようなゲームになるかもしれないですね。これ北条さん、はい、長崎が、J1 いや J1 に上がってきましたけども、ね、まずは、湘南のホームでのゲームとなりましたが、そうなんですね、あれ J1 上がって、まあ、去年やった相手かみたいな感じは、ね、ひょっとしたらあるかもしれないですけど、でもお互いこうね、いきなりもう負けられない相手とやるっていう意味ではすごく面白いんじゃないですかね。そういうことですよね、あとこの広島と、例えば札幌、ペトロビッチ監督がこれ両方ですよね。そうかそうかそうか、これはこれでまた見どころもありますよね、また広島も上福さんになりましたしね。まあそうですね。ちょっとどういうサッカーをするのかというね。だってガンバとグランパスしたって両監督攻撃的じゃないですか。そうだよね。だクルピだってめっちゃガンバが面白いですよね。でもまた名古屋のその新外国籍選手もすごく楽しみじゃないですか。そうね。ジョーさんね。MVP でしょ。MVP ですよ。その選手が名古屋の楽しみだよね。だからどうですか橋渡さん、あの風間さんのサッカーと、あのジョー選手がこうどう融合するのかっていうの楽しみですけど。そうですね、あのもちろん身長は高いんですけども、足元のプレーもやっぱ得意だっていうふうに言ってるんで、多分合うんじゃないですかね、そのフィットした時の感じで、キャンプをどう過ごしてきたのかというのもね、楽しみですし、何気にねこのセレッソと横浜、マリノスも天皇杯決勝のカードになって、日程君結構やるんですよ。日程君結構やるよね。いやいやそんなことまで計算に入れてる。日程君あれじゃないですか、1日にその情報入れたらすぐ出てもうたんじゃないですか、情報がパッとこう。これでも楽しみですしね。エスパルスもそうですよね、エスパルスと鹿島。鹿島ですね。エスパルスも監督ね、広島やってた監督変わりましたし。レイソルも結構メンバーね、いやどんどん取ってるし、変わりましたから、どういうチームになるのかっていうのも楽しみですし、仙台はその昨シーズンいい形というか、で中心選手三田も出ちゃったんだけど、また違う選手が入ってきてどうかっていうところもあるし、庄司とかね、取ってるしね、で阿部が戻ってきたでしょ韓国から。そうそうそうだ、これもう法政大学も難しいよ、阿部ちゃん、阿部ちゃんが戻ってきましたよ、戻ってきましたから、韓国経由で。わあ、これはでも1ヶ月ぐらい皆さん妄想の世界でいろいろ膨らまして楽しんでいただきたいと思いますが、さあ J2 いきますか。はい、 J2 の開幕戦はこのようになっております。これは2月の25日の日曜日にもう全部一斉に開催されると、さっきの逆があるじゃないですか、 J1 に上がってまた同じ相手かって言ったら、今度大宮がまた甲府とみたいな、そうですね、いきなりの対戦ですもんね、これね。日程くんも考えたのかな、いろいろもあるんでしょうね。だってベルディと千葉とかも結構ね、いきなり行っちゃうのみたいな、どちらもね、昨シーズンプレーオフまで行ってますし、ベルディ両サイドいなくなってどうなるんだろう、ダブル安西、そうダブル安西ね、いなくなってどうなるのか。でもロティーナ監督のサッカーもね、面白いというか、でも横浜と山もね、松井が横浜に帰ってきたんで、日本に帰ってきた、カズと松井だ、2人いるんで、彼ら2人出たらいいですよね、開幕戦に。でも松本も相当補強はしてますから、これも面白いですね。いや、なんか楽しみ、なんかイベントすごい人集まってしょ、山が。山がいや、もう本当にすごいよね。すごかったですよ、なんか写真見たんで。いやいや、すごいんですよ、本当に。いや、だから原さん、その25年経ってね、25年前には松本にクラブなかったわけじゃないですか。それが25年経ったら、長野の松本にクラブができて、J2 であれだけのお客さんが集まるクラブになったって、これすごいですね。すごい。あの松本行った時に、去年かな、一昨年かな、その割と早めの時にタクシーで行って、いろいろ運転手さんが話してくれて、
でも反町監督が5試合は辛抱してくれって言ってんのと言って、うん、でもうとっとくと話されて、はいはい、いや5試合はいろいろチャレンジするから、はい、その後はこう行くからみたいな、はい、それをタクシーの運転手に言われた時にうわすごいなっていうのをちょっと感激しました。だからそれだけ定着してるというか、う、うん、松本山川に対して松本の方が興味を持ってるっていう、うん、そうだった。だから本当にそのめちゃくちゃサッカー好きじゃなくても普通の方がもう山川のことに興味を持ってる街になってると、うん、いうことです。身近な話なんだろうね多分本当に。いやそうですよね、当たり前というか、なんか近所の方と会ったらこの前の山川の試合良かったねみたいな話をされてるんでしょうね。だからそういう意味でもすごく楽しみですし、昨シーズン柱谷さん徳島面白かったですけども、そうですね、まあ、渡りがちょっと抜けたんで、そのところはどういう意味なのかなっていうところはありますけれども、岡山も結構メンバーが変わりましたし、はいはい、その中でどういう試合になるのか、まあ、本当に力のあるチーム同士なんで、うん、これは楽しみですよね、うん、そして、水間さん栃木が上がってきました。来ましたね、うん、原さんの故郷でもありますし、ご意見番も栃木です。ご意見番も栃木です。そんな僕は何の内緒にしてんだ知らなかったよ。今栃木初めて聞きましたよ。内緒にしてるみたいな。そうですよ、俺東京だしみたいな、はい、なんで僕の話してるんですか。こっちの話してください。栃木なんだけど、どこだっけ、宇都宮、宇都宮です。田舎なんだよ。いや、なんで原さんに言うの。原さんに言うの。いや、原さんの上じゃないですか。いや、いたじゃない。そんなどうでもいいからやめてくださいよ。でもやっぱりあれでしょ、その栃木が J2 にまた上がってきたよってのはまた嬉しいというか、嬉しいですね、うん、嬉しい。だって基礎作ってるの柱だよ。そうですよ、そうですよ、結構絡んでるね。僕が上げたんですよ、 JFL から J2 に。そうそうそう、で、まあ、ちょっと落ちちゃって、うんうん、2シーズンですか、うん、下でやってね、やっと上がってきたんで、ね、まあ、楽しみですね。だってご子息も栃木でプレーされてましたもんね、はい、元々宝石栃木でしね俺。あ、そうだっけ。そうですよ。え、じゃあ県民の歌歌える。歌えんだよな。いや、そんなこと発表しないでくださいこれ。だから今シーズンはその、ね、栃木県民の歌が J2 の、そうだね、場で聴けるということになります。さあ、そして J3 いきましょうか、はい、J3 は、このようになっておりまして、 J3 は少し遅れて3月の9日10日11日、スタートということになりますが、北九州じゃないですよね、そうですね、1戦目は、はい、あの奇数なので、ね、毎節1チームゲームがないということになりますが、開幕戦はギラバンツ北九州がゲームがないということになりますが、まあ、北九州も今シーズンまたちょっと楽しみな。そうですね、うん、あの森下監督が新しく監督に就任されて、ね、はい、まあ、彼も J3 から J2 に上げた、うんうんうん、そう、実績持ってる監督なんで、うんうん、はい、まあ、やるんじゃないかなって思いますね。大学見てたんだよね、去年とか、はい、そうなんですか。九三大の監督1年やって、そうそう、金沢から離れてね、そうそう、はい、昨シーズン、まあ、上には上がれなかったんですけども、優勝した秋田、うんうん、今シーズンもかなりこうメンバーも入れてますし、あの監督が情熱があるよ、杉山、杉山監督、はい、はい、タイだったかな、どっかでずっとこう、シンガポール行って、とかな、タイも行って、そうですね、うんうん、で一回離れた時にマンチェスターにずっと行ってて、はい、そこで試合を見ながらなんか勉強してたんですって。僕たまたま去年監督になるっていう時に、うん、これから秋田行くんですって、東京駅だったんですよ、はい、こっちからやるんですって言って、うん、でそれの結果で出しましたからね、うん、なんかあの結構なんか原さん言葉力のある方ですね、杉山さんってね。そうだね、うん、そうだ、なんか力ありますよ。あるある、あの青津の時もね、うん、うまいコメントしてたよ、ね、ちょっとフロンターレのことにかけながら、そうだね、お話しされてましたし、うん、なんか明るくない、彼はすごくなんかそういう感じ、なんかエネルギッシュな感じがね、あんまり深く考えてないっていうタイプかもしれない。そっちか。いやでも選手の時もすごく、はい、あの足も速くてサイドで、うん、はい、そういう感じだよね。そうですね、僕レッツ一緒にプレーしたんで、そうそう、うん、どうですか、プレーぶりと監督ぶりっていかがですか。そうですね、意外とやっぱ攻撃の選手の方が守備を意識してきつくやるところはありませんか、なんかね、攻撃出身ながらなんか攻撃をやろうっていうんじゃなくて、わかりますか、結構守備ありますね、なんかそうなる、なんか、はい、なんででしょうね、そっちばっかり気になるみたいな、うん、まあ、例えば長崎の高木拓也監督も、もうゴールゲッターですけども、チーム作りやっぱりこう守備ベースでやり始めるみたいなイメージありますもんね。そうですね、あの長谷川健太も攻撃の選手だったですけども、うん、はい、
ガンバに行って守備の方をすごく整備して、もちろん攻撃力もね、ある選手は多いんですけれども、はい、守備を整備したんで、まあ、今回も FC東京行きましたけれども、うん、去年失点多かったですからね、はいはいはい、だからまあ攻撃の選手ほど守備のことがやっぱ気になるっていうところがあります。八広ぐらいじゃないの？あ、確かにそうかな、はい、もう攻撃だみたいな、はい、まあ、原博美さんも攻撃の選手だよ。確かにね、点、まあ、取った時のガッツポーズがやっぱり監督として行けとしか言ってない。あとさ、群馬ジャスター草津、はい、うん、ヌノが、ヌノさん、そうですね、同期ですからね、一船、同期、そう、一船に一体です、はい、で先生になってね、そう、うん、はい、で岡山でコーチされてましたけど、そうそう、今シーズンから群馬の監督、そうね、あの群馬の実行委員も、うん、教員された、うん、奈良さんっていう方なんで、うん、うまく地元と前橋育英とかほら優勝したじゃないですか、うん、はいはい、あの辺こううまく連携取れるといい選手いるからね、群馬もね。原さん、今シーズンの J3 に向けての期待というのはありますか？うん、J3 ですか、うん、結構沖縄からね、その秋田まであって、はい、この移動も大変だったりするけど、はい、見てるとやっぱりその中でその指導者もそうだし、はい、選手も結構伸びてくる選手いるじゃないですか、うんうん、はいはい、でしかもナイターがないところもあったりするんで、夏場の暑いところやったり、はい、かなり厳しい環境の中で、うんうん、でもそこからいろんな選手がこう伸びてきてほしいっていうか、うん、って思いますね。昨シーズンは鹿児島で活躍してました藤本選手も大分に、はいはい、セントリアだね、彼は。だからああいう選手がどんどんこう出てきてほしいというか、そうそう、うん、彼なんか見てると本当に点取るこの雰囲気とか、うん、あれ持ってるからね、はい、うん、ちょっとそういう選手も期待しながらということで、原さんはそろそろお時間ということです、うん、そうですか。いや、全然いてくれるんならいていただいていいですよ。いや、区切りのいいとこでいなくなります、皆さんにお任せして。いや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 、はい、じゃあこの辺り今シーズン、うん、J リーグ25周年って言っちゃっていいんですか。まあそうですね、うん、25周年っていうふうにしています、うん、で、まあ、はい、さっきも言ったようにそのどっかの5月15日だけでなんかバンってやるよりはこの1年かけてこの感謝の気持ちと次の25年どうしていくかとかっていうことをいろんなところでこうやって発信したくて、でこの番組もだから言ったようにこういう皆さんと直接話したりとかそういう場を多くしたいんですよ。で例えばいろんなこう問題というかあの判定のこととか審判のこととかルールのこととかそういうこともなんかタイムリーにもし皆さんからこんなの聞いてみたいとかあればもうじゃあポンって集まってきて月曜日の夕方5時ぐらいに集まっていやこれはこういうふうに我々考えてるとかいやこの判定に関してはやっぱり我々こうじゃないかとかそういう番組をやりたいよね。シーズン中もじゃあこれやりますよ。だからやりましょう、やりましょうよ。シーズン中もやるか。はい、だからもう原が出てくれるんですよ。だからこれは本当にいればいつでも出てくるし、このメンバー月曜ちょっと上げてくださいよ。いつでも来ますよ。でもそういうのでいろんな人の意見とか、はい、皆さんの意見がこう伝わってくるっていうものを作りたい。そうですね。で海外ってさ、そういうのいっぱいあるじゃないですか。ありますあります。それは我々Jリーグがさっきみたいに制作権とか著作権持ってるんで、こういう映像も使いながらもっともっとこうやりたいんですよ。やりたいですね、いろいろ。じゃあやりましょう。はい、だからその、まあ、答えが出る出ないも大事ですけど、うん、やっぱりその1個の事象にああだこうだっていろんな意見が出てくることってすごい大事ですもんね。でね、これから去年ね、うん、J1 の優勝監督賞と優秀監督賞って作って、うんうん、で今ねやろうとしてるのは、あ、これまで言っていけないのかな、まあいいか。J2J3 も優勝監督賞と優秀監督賞のわけで全部作るように今やってんです。でそれをじゃあ誰が決めんのとかって言った時に、うん、今までは J1 の実行委員が選考委員会みたいで、だけど J2J3 分かんないから、うん、それをちゃんとしたメンバーある程度組んだり外の人とか、ね、そういう人も入ってもらって、なんかこの予算規模でこのメンバーでこのサッカーやってる監督強いよねとか、もっとそういう話題が出てこないと、ただ優勝したからここっていうのと俺全然違うと思ってるの。そういうのをこう皆さんと、あるいはこの見てるサポーターから、これじゃない、この監督じゃないのとか、そういうのやりたいんだ。やりたい。だからその番組 で毎月この J2J3 の監督さんが今この人すごいよねとか、このチームのこのサッカー面白いよねとかっていうのをちょっとやりませんか。やりましょうよ。はい、
ね、で原さんが何か喋るたびにちょっと J リーグの関係者があちゃちゃみたいな感じになってるとかなってる原さんが僕は好きです。僕も原さんが好きなんです。そ そういうのをちょっとやりましょう。やりましょう。ご意見版も入れてあげる。いや入れてあげる。栃木仲間、栃木仲間で客観的にね、はい、見てもらって、ね、もっとこういうのどうですかみたいなね。はい、はい、ということで原さんはここまでということで、はい、今日はどうもありがとうございました。原君よろしくお願いします。さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、僕はこっち行った方がいいのかな。はい、じゃあありがとうございます。いや原さん面白いですね。水沼さん面白いです。本当に原さんはいろんなことを改革されようとして、はい、もういろんな多分アイデアとか持ってるんですよ、はいはい、でいろんな現場でお会いするためにいろんな話を聞いて、うんうん、今こういうことやってんだ、こういうこと考えてんだっていうのを聞くのが結構楽しいです。いやだから僕原さんとね代表の時ね、はい、いつも同じ部屋だったんですよ、ずっと同じ部屋だったんです原さんとずっとあんな感じでお話しされるんですか。いや割とねずっと本を本が好きで、はい、遠征に行くともう 5、6冊ぐらい本持ってって本読んでましたね。最近はあの皆さん選手も結構ゲームしたりとか携帯でとかありますけど昔はね、はい、それがなかったですから。そうですね、本読んでみんなでそれを交換したりとか、はい、長い遠征だとね、長い遠征だと。これでも昔ねカセットテープとかな、そうそうそう、 CD をそのまま持ってってそれでこう聞いたりとか、はい、今みたいにこれ1個じゃないですよ。もう今は携帯でね、はい、便利な世の中ですけども、はい、いやそういう時代どうですか北条さん、はい、原さんのお話いろいろありましたけども大丈夫なんですか、ね、原さんあんな自由でね。いやもうでも原さんはあれがいいんですよ。もうなんかでも見てる方の意見ももしいいのあったらいろいろやっていきたいなっておっしゃってましたんで、見てる方もなんか積極的に J リーグになんかこんなんあったら面白いんちゃうのとかありましたら、うんね、全然ご意見いただければなと思っておりますが、ツイッターにもいろいろ来てまして何行こうかな。こういうの好きです、皆さんに答えていきたい、いただきたいんですけども、高一の男子さんからの質問ですが北条さん答えてくださいね、はい、FC 東京と浦和レッズの開幕戦どちらが勝つと思いますかそんなストレートなそんなストレートな好きだこういう質問好きだわ。すごいですね。どちらが勝つと思いますか。引き分けですね大人でございますな、これ。あ、ここ行こう。流星さんからの質問で、水沼さんの注目チームはどこですかと来てますけども。セレッソです。わかりやすいよ、これ。そうですね。わかりやすいですね。もう理由は聞かなくていいですか。もうずっと、ね、昨年末からずっともうそこで押します。だいぶ押してますもんね。はい、たまに、我がチーム言うてると思いますよ。僕らたまにねなんかコータって言ってしまうんですよ解説中に。あそうもう1歳ぐらいの時から知ってるんで、つい水沼じゃなくてコータって言ってしまうんですよいいんじゃないですか。みんなも分かってますから僕が言うのはどうなの。それ聞いてみよう。僕が言うのはどうなの。解説した時にコータっていいじゃないですか。水沼選手って言うが逆におかしくないですか。コーターで OK。みんな知ってることですからね。なんかこうちゃんとか言うてもったらちょっと気持ち悪いかもしれないですけど言わないし、ね、いやでもねもう本当走る姿とかがねもうそっくりですよね。ちょっと内股系でわかります、ね、似てます、似てますよね。なんか羨ましいですよね。これありますよ、攻撃サッカーアットマーク4級審判さんからですけども、水沼さん、審判番組お願いしますって聞きました。審判番組はだってこの間のダゾン の、うん、あの青空の時に、うん、審判の目線はどこにあるって話をして、はい、副審の人の、うんうんうん、あれは相当面白かったですからね。だからその僕らそのあまりこうレフリーの方とねお話しする機会も少ないですけど、実際その現場にいる方のお話聞くと、またサッカーの夢が芝の刈り方でラインは分かるけども、うん、でもそれを見るか、うん、あとはその背景を見て、はい、どういうふうに角度になってるか見るかとか言ってたでしょ、うん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 、だそれすごい面白いですよ。年末年始に俺ラグビー結構テレビ見てて、はい、レフリーの声がマイク通して入るじゃないですか、はいはい、あれもうすごいなっていうふうに見てたんですけどね。一回やったんだよね、 J でも確かあったんだよね。やったんですか。テストで、はい、だけどなんかあんまり良くなかった、うん、
でもあのいろいろ拾いすぎたらしい。あのラグビーのあのレフェリーの方も結構あのスクラムにこういろいろ声かけたりとか。そうしてますもんね。してますよね。コミュニケーションがわかんないよね。なんかいろんな声かけでね。うん、はい。だからそういうまたあの審判問題判定問題もそうですけど、実際にレフェリーの方にももしあれだったら来てもらっていろいろお話。だってさっき原さんが言ってたようにそれ。はい。終わった後のゲームのその事象をもう一回検証したりだとか、うん、はいはい、そういうことはやっぱりレフェリーの方に来てもらって話してもらうのが一番いいかもしれないですよね。結構それね、はい、あの現場の監督やってるとちょっとアンタッチャブルなところあるんですよ、うん、あレフェリーの判定に対してはなんかその後のコメントで言っちゃいけないとかっていうのがやっぱあるんで、なかなか言えないところあるんですよね。だから逆にやっぱこういう立場の人たちがちょっと言ってあげた方が逆にレフェリーはいいかなとかっていう時も思うんですけどね。これ北条さん、あの海外では結構その月曜日とかに番組でやったりするんでしょ、はい、やってますね。試合の日とかにやってますよ。夜中朝まで生テレビみたいにずっと、あの判定はどうだ、オフサイドだったのか、はい、じゃないだろうみたいな。現役の審判も出てきて、うん、でもっと監督とかもっと選手みたいな人が延々ずっと喋ってますね、うん、そんなん全然日本でもやっちゃっていいんじゃないですか。ですよね。の方がいいと思うんですけど ね、うん、じゃあもうやりましょう。勝手にやりましょう。勝手にやる。勝手にここに月曜日ぐらいに忍び込んで電気つけてやりましょう。このセットをずっと置いといてもらって。さあ、開幕カードチェックしましたけども、明治安田生命 J1 リーグ戦の日程を見ていきましょう、まずは昨シーズンの上位チームから、見ていこうじゃないかということでございまして、川崎、鹿島、セレッソ、レイソル、この辺りを見ていこうかなと思っておりますが、まずはじゃあ川崎から見ていきましょう。昨シーズンのリーグチャンピオンチームではありますが、初戦が、岩田ということになりますが、北条さん、フロンターレ、まずそのシーズンに入るにあたってのこの補強状況とかはいかがですか。そうですね、あの、うん、やっぱり前の方のね、やっぱ選手はっていうので多分取ってある、はい、いるんだと思うんですけど、うんうん、もしかしたらもうちょっとあの外国人選手の大きいとこ行くのかなとは思ったんですけどね。あ、はい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 。ただまあそこはなんかあれでしたね、貴重というか、うん、結構ね上のまあ後から出てくると思うんですけど、上のチームみんなあの、まあ、鹿島ペドロジュニアいますけど、はい、大体日本の選手がストライカーのエースになってるんですよ、うん、上、うん、はいはいはい。柏がようやくクレシアノが出てきますけど、うんうんうん、結構日本人フォワードが軸になって戦ってるチームトップ3なんで、すごい面白いんですよ、そういう意味では。なるほどね。なんかこう J リーグと言いますと前線にちょっとこう点が取れる選手を置くというイメージがありますが、ここはもう日本人選手で点を取りに行きましょう、取れますよという。あとはだからお金の問題もあると思いますよね、うんうんうん、多分2人日本人選手いい選手を取れる可能性ありますよね、はい、日本人選手であれば。なるほど。要するに名古屋の1じゃなくて2、はい、取れる。だジョー選手は、ね、2桁超えましたけどね、初めて補強に。だから2桁あったら2人いい選手を取れるチャンスあるんで、頭数も揃うんでっていうのもあるんじゃないですかね、うん、なるほどね、うん、高橋さん、このスケジュール、日程、フロンターレこんな感じなんですけど、いかがでしょう。いや、それこそ、まあ、どこのチームもそうだと思いますけど、うん、まあ、ワールドカップイヤーだということで、はい、そこまでまず区切りとして考えるんじゃないですかね。15節の、5月19日、はい、20日開催があって、はい、16節が7月の18日に約2ヶ月間が空くってことですね、うんうん、だって本当に昨年のデータだけでは、うん、多分今年の補強とかそれこそ開幕始まってみて、はい、どのチームがどれだけの、うんうん、まあ、メンツでどれだけの力だっていうのはまだ分からないじゃないですか、うんうん、去年だけの成績では、はい、だから何試合か戦ってみないとそのスケジュールがうんぬんかんぬんというよりも、うん、まあ、1試合1試合なのかなって気はします。だって岩田の後にフロンターレは次湘南でしょ、うん、湘南だって上がってきたチームとはいえ、うん、やっぱり勢いに乗らせたら怖いチームだとは思うんですよね。で、まあ、対フロンターレということは相当モチベーションも高いでしょうしね。はい、それこそ次また攻撃的なガンバがあって、でも名古屋でしょ。名古屋楽しみですね、この風間さんとの。いやこれ楽しみ、ね、これ楽しみですね、うん、はいはい、どんだけ持ち倒すんだどっちがみたいな。そうそれを楽しみですよ ね。それがもう4節にあるわけですもんね。で片や、まあ、吉といて小林優衣いてみたいな前と、うんうん、で片やジョーがいるみたいな、はいはい、これ面白いですね。だからあのチャンピオンチームとはいえどうですか、柱谷さん、やっぱり開幕スタートである程度、はい、まあ、ACL の日程もあるでしょうけども勝ち点を稼いでおかないとというのはもちろん
フロンターレにとっても大事ですよね。そうですね、まあ、そのためにメンバーを厚くしているっていうところはやっぱあると思うんですよね、はい、だからまあいろんな人はいろんなこと言うかもしれないですけれども、はいはい、まあ、大久保が移籍してきて、うんうん、まあ、去年、まあ、優勝したチームに、ね、また大久保戻ってきて、はい、まあ、いろいろ言う人がいるじゃないですか、うんうん、だけどもやっぱこれ ACL と両方タイトル狙ってるってことになるとやっぱ必要ですよね、うんうんうん、であと斉藤学がどれぐらいのタイミングで、はい、あの怪我から復帰して戻ってこれるかっていうのがあると思うんですけれども、うん、おそらくあと2ヶ月ぐらいはかかる可能性がありますよね、はい、うん、そうなると、まあ、最初の方はちょっと出場難しいかなとは思いますけれども、うん、まあ、16節の札幌ですよね、はい、あのワールドカップ明けぐらいのところではベストな状態で斉藤学も来るんで、うん、またさらに前の方はチーム力が上がっていくんじゃないですかね。これ高さんどんな組み合わせになるんですか、攻撃陣。いや、分からないでしょ。分かんないですよね。鬼気悩んでんじゃないですか、うん、え、嬉しい悩みでしょ。でも、うん、これは嬉しくても悩みすぎてもねっていうところ。いやどうしようみたいな。それこそターンオーバーみたいな形で ACL と最初の頃は使ったりするのかとか、うんうん、今までいい組み合わせだったのがまた違う形になるかもしれないしとか、うん、だからこれだけメンバーいると逆に ACL のそのグループリーグは絶対に勝たないとダメになってきますよね、うん、そうでしょ、ね、うん、そのメンバーが余る状況になっちゃう可能性もありますし、まあ、もちろん多分タイトル全部取りに行くみたいな感じではいると思うので、うんうん、はい、まあ、本当に予選では絶対にしくじってはいけないですよね。そこ大事ですね、うん、いや、どうなっていくのかと。あと北条さんどうですか、これ2ヶ月、まあ、休みがあると、はいはい、まあ、中断があると、うん、これ中断もそうなんですけど、もしかしたらワールドカップ明けにどのチームも意外とメンバーが出入りがある可能性もありますよね。十分ありますよね、うん、代表選手にね、はい、選ばれてる選手は、ね、海外行ったりっていうのも当然あるでしょうし、ね、うん、はい、だから逆に言うとそこまでの期間いかに勝ち点稼ぐかっていうのは結構重要になるんだろうなと思って、特に ACL が、ね、うん、あるんで、うん、ここが一番きついと思うんですよ。2月3月4月っていうのが ここでこう波に乗れなくてっていうチームが結構毎年やっぱあるんで、ここでなんとかっていうチームね、できたばっかりでしかも二足のわらじなんで結構どこもきついですよね、この時期は、ね、いきなりじゃもう大事な時期だということですけども、うん、さあ続きましては、鹿島の日程を見ていきたいと思いますが、出ますかね、開幕はアウェーで清水とのゲームというところから、シーズンをスタートするということになって、ホーム開幕は2節のガンバとのゲームですね、まあ、とはいえやっぱりチャンピオン、昨シーズンはチャンピオンではありませんでしたが、やっぱり実力は見せたなという高橋さん。いや、最終戦で僕見てましたけど、はい、岩田と引き分けて、うん、まあ、チャンピオン逃したんですけど、はい、まあ、相当な悔しさはもうクラブが持ってる、サポーターが持ってる、はい、多分尋常じゃない、僕らが考えるほど尋常じゃないぐらいの悔しさを多分昨年は味わったと思うので、はい、まあ、今年はそれこそ本当に取りに行くと思うし、うん、まあ、内田が帰ってきたっていうそういう話題もあるし、はい、うん、ちょっと鹿島は面白いかなって気がしますけどね、うん、なんか楽しみな、うん、そのタイトルに植えてる鹿島。いやいや本当ですよね。なんか取らなきゃいけないんだってい こう使命感じゃないものがなんか今回はもっとすごいものがあるような、うん、もうちょっと執念と言いますか気がしますけどね。そのあたりは柱谷さんいかがですか。鹿島はもうクラブとしてもう勝つっていうことがもうすごくモチベーションが高いチームなんで、はい、まあ、去年の監督交代もちょっと早いかなっていうのはありましたけど、うん、はい、だけどここで変えないと、うん、やっぱり優勝狙えないっていうところでもう早い段階でパッと切り替えましたから、うん、はい、まあ、それでやっぱ選手たちも自分たちはもう勝たなきゃいけないんだっていうのがまあさらに強くなったと思いますから、うん、まあ、今シーズンもそのチャンピオンになるっていうやっぱその気持ちっていうのはすっごく強いと思いますね。あの北条さん、あのよくいろいろこのサッカーのスタイル、このチームはこのスタイルとか言いますけど、もう勝つのがスタイルみたいなところありますよね。そうですね、ずっと同じね戦い方でやってきてますもんね、うん、はい、でもやっぱうちがやっぱ戻ってきたのが一番嬉しいですね。いやいや、やっぱり海外のトップレベルでやってた選手がやっぱ戻ってきてくれるっていう、はい、うん、昔もあのね七海選手が戻ってきていきなり岩田が完全優勝したりとか、うん、で小笠原光が戻ってきて鹿島3連覇するとか、はいはいはい、海外組の選手がやっぱ戻ってきたことのやっぱ効果ってやっぱすごくあるんだろうなと思うし、うんうん、精神的な意味でも、うん、でやっぱり古巣に戻ってきたっていう意味でサポーターの人もすごく嬉しいでしょうし、
東京からの鹿島に行くバスも多分女性陣多くなるんでしょうね、きっとね。そうだね、観客動員数ではだいぶ変わるかもしれないね。いや、もうそのやっぱりメディアのね注目度がやっぱり全然違うじゃないですか。昨日、うん、試合なんかトレーニングマッチやってすぐウッチー出てましたからね、70何分、ね、76分ぐらい出たとか、ね、すぐテレビに出てましたよね。そういうことが出るじゃないですか。 それってサッカーですごく大事でしょ。やっぱりそこで取り上げてもらわないとね、やっぱり鹿島というチームが、うん、はい、もっと強いというイメージはあるんだけど、うん、なんか華やかさが増すような感じはしますよね、うん、ウッチーがいるだけで、うんうん、そんな感じがする。だからもうそれでまたこう注目度というかね、うん、楽しみを増えるということですけども、で若いセンターバックの2人がまた刺激を受けるんじゃ、それこそトップから帰ってきて、そういう選手たちの話を聞けば、うん、はい、でも補強もあの清水から犬飼選手入りました、飛んできたり、はい、結構注目しているのは、うん、ヴェルディから来た安西光輝、僕も18歳ぐらいの時から見てるんですけど、はい、まあ、ようやく、うん、まあ、このトップレベルに来たなっていうのがあるんで、うん、まあ、ウッチーのプレーなんか見ながら、うん、またさらに成長するんじゃないかなと思うんですよね。北条さんどうですか、昨シーズンは安西光輝選手は前で使われることもありましたけど、ね、やっぱりこうサイドバックのとこなんでしょうね、多分。そうですね、うん、きっとね。まあ、鹿島伝統的にやっぱ、ね、サイドバックはやっぱ重要なポジションになってるじゃないですか、うん、やっぱあそこの攻撃参加がね、はい、あそこにはいい人材をやっぱり持っておきたいっていうのがあるんじゃないですかね。右左どっちもできるですよ、ね、どっちもい、ね、行きますからね、はい、あのスピード、まあそのね、J1 しか見ない方にとってはその結構衝撃的なんじゃないですかね。ミサを取ってまた今度安西取ってみたいな、ベルディからどんどん取ってでもやっぱりそのあたりは鹿島の方はやっぱりいつもいい選手がいないかっていうのを、いや、それはもちろんそうだと思います。チェックしているということですね、はい、自分たちのチーム強いんだけども盤石であるかもしれないけど、うん、その選手が何かあった時とかいろんなことを考えながら補強って絶対すると思うし、うん、やっぱりウィークをどんどん上を埋めようとするだと思うし、うん、その辺はさすがですよね。さあ、北条さんどうですか、29節、まあ、だからシーズン終盤にあたって、はい、フロンターレ、浦和、セレッソ、レイソルとこう、すごいですよね、これ少年場というか、まあ、でも固まってますもんね。固まってますね、はい、だからここの上位チームみんな ACL でもし上の方に行くと、うん、ここダブルでこう緊張感ある試合がこうダーッと続いちゃう可能性がありますよね、はい、そこはまだ、まあ、だからうまいこといけばこれシーズン終盤さらにまた楽しめるとい う、ね、鹿島の日程になっているのかなという感じがしますが、さあ続いてセレッソ大阪見ていきたいと思います。昨シーズンはとうとう星をつけました。なおかつ2つつけましたし、やっぱりサポーターの方、応援されている方にとっては本当悲願。そうですよね、ですもんね。さあ、高橋さん、こういう日程にセレッソはなりました。ホームがいきなり続くんですね、うん、F マリノス札幌とホームで続くということになりますが、今シーズンはまあ ACL も含めてまあ試合数も多くなってという、いや、まあ、本当にとにかくとりあえず日程と、はい、まあ、選手のこう体調とコンディションがどういうふうにリンクしてくるかなっていうところだとは思います、うん、今年は。だから最初はすごく大事かなっていうふうに、あーペース的に、はいはい、本当に休みなくすぐスタートしてるので、うんうん、まあ、その疲労感が抜けきらないうちにもう一回体力をつけなきゃならないっていう、はい、疲労感残したまま体力つけると結構ね厳しかったりするじゃないですか、怪我とかにもつながってくると思うし、はい、最初はすごく大事かなとは思いますけどね。なかなか橋谷さん、はい、ACL は移動距離も長くて体に応えるんですよね。それあるでしょうね、うん、だからさっきも言いましたけどメンバーがね、はい、うまく回せていけるかどうかっていうのは、うん、やっぱあると思うんですけれども、うん、ただ昨年天皇杯とリーグをうまく回しながらやって、はい、うん、ルバン、確かに、うん、ルバンもルバンですか、うん、でそれでうまくタイトル取ってきましたから、はい、そういう経験はこの ACL も生きるんじゃないですかね。水野さんどうですか、ユン・ジョンハン監督っていうととかくこう練習が厳しいとか三ブレンとかってよく言われますけど、去年の戦い方を見ますとチームマネージメントもかなり優れた監督さんですね。すね、はい、まあ、トレーニングの質とか量というのは、まあ、監督が、うん、まあ、選手のコンディションとかいろんなものを含めて判断してやるとは思うんですけど、うん、はい、まあ、選手たちのコミュニケーションの取り方とか、うん、まあ、そういう部分でもまあ、優れた監督なのかなというふうには思いますけどね、うん、それこそ天皇杯ルヴァンも完全なターンオーバーもしてたし、はい、でそこで選手たちのモチベーションをしっかりと持ちながら、うん、まあ、最後ガラッと決勝になったら初めて出る選手とかいたりとかあったじゃないですか、はいはい、だけど周りの選手たちはある意味そこでブーブー言わないで、うんうんうん、
まあ、少しこうな悔しい思いはもちろんあるんだけども、もちろん、まあ、納得しつつ、うん、で勝った時に一体感でみんなで喜べるそういう雰囲気を作ってたので、うん、それは良かったと思うんですよね。なんかあの北条さん昨シーズンのセレッソはやっぱりなんかチーム力の勝利みたいな感じがありましたね。そうですね、なんかすごいは感じましたよね。でも、ね、やっぱイムジョンカップスやっぱ上手だなって思いましたね。やっぱね、その選手の起用法もそうだし、うん、選手のも隠れたような潜在能力を引き出すようなこともやっぱ上手なんだなと思いましたよね。はい、柱谷さん、あの、はい、山村選手の使い方あいかがですか。いや、やっぱセンターフォワードっていうかフォワードで使うっていうのはやっぱあまり僕らの頭の中になかったですね、はい、やっぱりセンターバックか、うんうん、ボランチで守備的な選手っていうのありましたけれども、はい、うん、あそこはちょっとびっくりしましたね。だからそういう使い方をこうねやるというのと、あと水間さんどうですか、もちろん水間選手も期待してますけども、清武選手がまたちょっと楽しみじゃないですか、うん、そうですね、今年は10番をつけて、うん、まあ、去年46でしたけど、はい、10番をつけてエースナンバーになって、うん、まあ、セレッソの場合は8がエースナンバーらしいですけど、ね、はいはい、まあ、10番になってまた自覚が芽生えて、うん、ワールドカップイヤーだということもあり、そうそうそう、まあ、モチベーションは相当高いで、うん、去年ちょっと怪我も多かったの で、ね、長い間リハビリもあったし、うん、まあ、今年はまた本来持っている清武の凄さがまた出てきてくれたらなというふうには思いますよね。シーズン終盤に徐々にそういう姿も見えてきましたけども、うん、今シーズン頭からそうですね見れればなという感じがしますね。で、ケンユだってね、去年もうちょっとで得点王というところで取れなかったので、うんうん、まあ、彼は海外に移籍っていうのもあったかもしれないけど、とどまってやるっていうことなので、はい、うん、しかも年代的にみんないい年代なんですよね。そう、なるほど、一番働き盛りの世代があそこ集まってるんで、だからやっぱり昨シーズンのもありますから、今シーズンはやっぱりリーグを取りたいというのは相当強いんじゃないですか。もちろんそこにモチベーションもあると思いますし、うん、まあ、クラブとしてもそこは狙っているところだと思います、うん、はい、さあそれでは、柏レイソル見てみたいと思います。さあレイソルのスケジュール、レイソルも結構メンバーがいろいろね、北条さん、したね、入れ替わりましたけども、だからこそ逆に楽しみな部分も多いかなという気がしますが、す、ね、開幕戦はアウェーで仙台、うん、そしてホームで横浜 F マリノスとのゲームということですね。その後セレッソ、ガンバと、これ大阪に2チームと、うん、神戸加えれば関西3チームみたいな、そうですね、珍しいですねこれね、ことかもしれないですね。そうですね、まあ、ホームアウェーホームですからね、うん、まああれですけども、でもレイソルもなかなか楽しみですし、どうですかレイソル の、 そのユースから上がってきた選手と、そのまた今回新しい選手との融合というか、そうですね、うん、なんか今までねレイソルっていうとね、やっぱりこう上がってきた選手と残り3って言ってこうね、うん、外からの選手っていうのをずっとやってきてたんで、うん、ちょっと意外な感じはしましたけど、うんうん、やっぱり ACL もあるし、やっぱタイトルをっていうんで、もう一つなんかしたいってことで多分強化を図ったんだと思いますけどね。高橋さん、レイソルの、まあ、チームもそうですけど、サポーターの方の ACL に対する意識って強いですよね。いやー、なんでしょうね、レイソルのサポーターの人たちは、ね、なんかこう高いんですよ、なんか求めるものが、はいはいはい、なんか絶対満足してないような感じもするし、うんうん、アジアでやっぱりあのクラブワールドカップの、はい、あの思いが、はい、あの思いやっぱあるんですよね、うん、ですよね、なんか、うん、絶対なんかこう応援してる、なんかことあるごとにそういうメッセージが、そう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 、でピッチに柏から世界へみたいなことがね、はい、あれはあれでなんかすごくいいなって僕はいいですよ思うんですよね。夢あっていいですよね、そういうの、ね、いや全然いいですよ、うん、だから僕はあの柏の駅のあのエスカレーターがもうちょっとだけ早く動いてないなって思うんですけどあれも世界レベルあれすごいゆっくりなんですよエスカレーターが、いやーゆっくりやんなあれももうちょっと世界基準になったらなって思う時はスタジアムの道のりはどうですか。あれはいいですか。あれはね、あのそこそこあのいい運動になりますし、うん、あのあこの途中 の、 あの朝日新聞の号外が早いっていうのが楽しみですよ ね、 ね、めちゃくちゃ、まあ、柏はね、なんかこうクラブのこう歴史の中で本当にこう上がったり下がったりっていうのがありながらこう来てますから、うん、はい、だからやっぱりサポーターの思いは結構強いと思うんですよね、うんうん、最初のオリジナル10にまず日立が入れなかったじゃないですか、はいはいはい、でそこから JFL で戦って、うん、J リーグに上がって、はい、で、まあ、ある程度の力つけましたけれども、うんうん、まあ、そこから J2 にまた落ちて、はい、で、まあ、サポーターの問題がいろいろあったりとかして、うん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 、それで今 J1 で
育成型クラブとして、ね、この上にいるわけですから、うんうん、だからこういろんなこう紆余曲折がありながらここにいてるクラブなんで、うん、ああいう自前のスタジアムでコンパクトですけれどね、やっぱその一体感っていうのはやっぱクラブ、選手、サポーターありますね。あの水間さんどうですか、キーパー、センターバックが自前の選手でなおかつ若い、はい、これ面白いですね。いやもちろんこれから先っていうのが、うん、まあ、ある程度安泰みたいなところはあるけども、はい、でもその選手たちを脅かすような存在がまた下から出てきそうだって、うんうんうん、まあ、それもやっぱりいいですよね。だからどうですか、やっぱりそうなると下のそのユースの選手たちのモチベーションもすごく高いでしょうね。で練習環境は横だもんね。そう横でやってますからね、うん、すぐに、はい、で頑張ってトップ上がればあそこに行けるっていうのがすごく目標として分かりやすい、うんのかなという感じがして、だ本当に育成クラブとしてのトップになりたい身近な存在がすぐそこにあって、うん、練習環境もそういうところにあるし、はい、でスタジアムも本当にコンパクトだけどもなんか、うん、こう柏レイソルのスタジアムみたいな、で大谷の存在がね大きいんですよ、はい、本当に下から上がってくる選手たちに対して、うん、もうプロの選手っていうのはこういうものなんだっていうのを、はい、もう自分のトレーニングの姿勢とか普段の姿勢とかゲーム中もそうですけども、はい、うん、それでこうがっちり締めてますね。あれは北条さん、大谷選手で試合中なんかずっと喋ってません？なんか喋ってますよね。なんか自分のチームにもそうですけど、相手チームの選手もなんか喋ってますよね。喋ってますよね。何喋ってるんですかね。何なんですかね。それこそマイクつけたいですね。いや確かに、ね、谷ね。何を喋ってるのか。あんだけ近くてさ、あのクラブハウスとスタジアム、はい、で試合の時も同じような練習のところから来るわけじゃないですか、はいはいはい、あの切り替えっていつするんだろうなっていつも思うんだよね。ああなるほどね、確かに、うん、同じ敷地の中に寮もありますからね、うん、だからもうなんかずっとその同じ環境というか言いながら試合の時よっしゃ試合やぞっていうこう切り替え、そう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 、はいもうオフですっていう切り替えとか、すごいよね。だからある意味でそういうのすぐ当たり前にできる環境できるっていうのは、まあ、慣れるんだろうけども、うん、全然そういうところ経験したことない僕としては、うん、いつどうやってスイッチを入れ替えるんだろうって多分めちゃくちゃサッカーみんなそうだと思うんですよ。サッカー好きだからね、もういつまででも練習できるし、はい、でもう見に行こうと思ったらすぐトップの練習も見れるし、だからサッカー好きですよ、ね、いや僕ねサッカー選手の好きなとこそこで、はい、もちろん仕事がサッカーのところはありますけど、うん、遊びでサッカーするじゃないですか、はい、あの練習前とかに、そうそうそう、僕ああいうサッカー選手すごい好きなんですよ、うん、あなんかサッカーほんまに好きでやってんねんなっていうのが、だから昔よくセレッソの見に行った時やっぱ香川選手とか乾選手とかって、うん、もうやっぱずっとボールで遊んでますもんね、はい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 、帰らないですよね確かにそういう人はなるまでどうなんだろうね今は、なんかこう規制されるのかな、前早くに出てボール回ししてるとかさ、あそういうの普通にやったりするけどね、これ監督によりますよね、ね全て、うん、一生懸命やってるチームもね、うんうん、ありますしね、なんかその鬼木フロンターレの鬼木監督にちょっと聞いたんですけどね、あの大久保選手が必ずの練習終わった後に自分でシュートの練習をやるじゃないですか、でその時にこう若手が何人か変えるじゃないですか、その時に大久保選手は鬼木さんにあいつは練習しなんでしねえんだよと、終わってからでもやれよって言うんですけど、鬼木さんはこの練習やった後に それだけボール蹴れるお前の体力がすごいそんなみんながみんなその体力持ってないぞと、お前はすごいんやぞっていうのを何回も言ったっていうおっしゃってましたけど、だからそれだけやっぱり地の体力っていうのが大久保選手すごいんでしょうね。そうだね、うん、何本も蹴るもんね、すごいんでしょ、角度変えてすごい、なんかキーパーもめっちゃ馬になったらしいですねいや毎日だって捕まえて蹴られてるよねおかげさまで、ね、キーパーめっちゃ馬になったらしいですよ。あれで好きと言ったらやっぱりでも中村俊輔選手じゃないですか。ああなるほど、最終節のね、うん、翌朝8時からねフリーキックの練習やってたっていう、おかしいですよそんな選手います？鹿島と0対0で終わった後になんかフリーキックが納得いかなかったんですよね。鹿島戦でね、あのフリーキックのチャンスあったのに決められなくて、試合終わった後監督にすいませんあれ罰金もんですねって言って、来年頑張れよって言ったら翌朝の8時から練習やってたって言うんですから、フリーキックもうそんなやついないよって。鹿島の試合多分一番走ってたんだよね、距離的にも走ってました。スプリントもなんか初めて2桁いったとか言ってましたからね。すごいな、まあ、好きなんだね。好きなんですね。でもすごい。さあその岩田行きましょう。
やっぱりまあ、セレッソとかの方もそうでしょうけど、やっぱり岩田とか清水の方はそのダービーがいつなのって ありますよね。それは結構やっぱ気にされるんじゃないですかね。さあ、ジュビロ磐田は、ホームで開幕はフロンターレで、エスパルスとのゲームは、6節。結構最初の3つとか面白いですね。それでもうエスパルス、あっというかエスパルスまで結構面白いんじゃないですか。そうですね、続きますね、フロンターレ、名古屋。うわ、結構強い相手ですね。これ、まあ、去年からすると強い相手ですね。結構そうですね、確かにそうですね。で、名古屋が要はホームの開幕ってことですもんね。あ、そうだ、そこに岩田が乗り込んでいくっていう、これ結構大変ですね。まあ、結構距離的にもそれほどむちゃくちゃ遠いっていうわけじゃないですか。岩田のお客さんも相当名古屋に行くっしょ ね, ね、あ、近いですよ ね, ね、距離的には ねで田口いるでしょ。ああ、これは田口がね、面白い、やばい、2節やばいっすね。やばい、2節やばい、2節やばい岩田の2節はこれやばいっすね。で、やっぱりこうダービーがあってで6節と、これ6節ですから4月の 7日8日ぐらいですか。そうですね、78あたりで、そういうゲームがあるということですけども、名波監督はもう北条氏得意やから。いや、どうですか。いや、だから去年、岩田が勝ってるチームが多いんで、今年絶対勝ってやるって思ってる相手が最初、いや、まあ、最初は特にそうじゃないですか。うん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 、だって4-1だか5-1ぐらいでもうね、岩田圧倒してましたし、浦和も結構、勝てなかったですから去年ね、岩田、そうだと、だからそのあたりで、でも相手チームがだから相当こう岩田を研究してくるという、じゃないですかね、可能性が高いという、でもやっぱ田口選手は大きかったですね。そうですね、なんか来るともなかったなって監督言ってました。カーベ残るかと思ったけどね。あれでも期限付き移籍でね、あれだったんで、なんか噂によると、ね、戻んなきゃいけない、最終節の鹿島戦の時はもうピッチに入る前から泣いてたっていう。あ、もう分かってた、ね、最後だっていう、高校サッカーみたいになってた試合前から、ね、いいじゃないですか、そういう選手がいても。いや、だそれぐらいこうね、岩田でこう世話になったっていうのがなんかこう関係余ったらしいです。いや、でもね、橋谷さん、やっぱり七海さんのおかげはもう相当大きかったじゃないですか、川辺選手のあの成長っていうのは。いや、大きかったですね、もう J2 で対戦してたんですけれども、まあ、相手の分析ビデオとか作ったりとか、まあ、自分たちの選手を修正する時のビデオで、あの川辺選手のプレーをピックアップして、あの中盤での、まあ、守備と攻撃のところは、モデルにして作りましたね、映像を。特に守備のところでちょっと専門的になりますけれども、あのバイタルエリアちょっと消しながら、でも前のところにプレッシャー行く、そのこの動き方があったんですよ、それでそのビデオを作りましたから、まあ、いい選手だなとはずっと思ってましたけれども。だからどうしても高さん、僕らで見てる時にやっぱりボール扱いの上手い選手っていうのはもちろんその分かりやすいじゃないですか、そういうそのボールのないところでの動きができる選手ってすごく大事でしょ。まあ、それが一番重要なんじゃないですか、それこそ一番開けちゃいけないところをしっかりと埋めながら、でもボールにどうやっていくかっていうところは、その選手の判断もそうだし、まあ、奈良美監督の、まあ、いろんな教え、まあ、ボランチですからね彼は、そういうところもあっただろうし、でも本当に成長しましたよね。ね、だから今シーズン逆にその広島でどういうプレーを見せるのかっていうのがね、楽しみではありますけども。あとやんちゃをこう抑えるのうまいでしょ。あ、監督がね、はい、いや、もう監督もやっぱりこう息子って言っちゃいますからね、多分じゃないですからね。あ、なるほど、はい、あ、そう言っちゃって大丈夫なのかと、本人に言ってから大丈夫だよっていう感じなんで、先に本人に言ってますから。俺たちの息子どうでしたかって言えないでしょ最後。すごくないですか。もうあれやめてくれって言ってるらしいけどね。でももう最後挨拶するのやめようって。やからが言えないでしょ。なんで俺ああいう時になんか松浦選手とかパパーって走っていかへんのかなと思うんですよね。キャラ的にね。ね、松浦か鎌田かみたいな。ね、パパーって言って七海監督が抱きつくとかね。でも抱きつく率かなり高いですよでも選手。あ、まあ確かに。なんか奥さんに言われたって言いました。あなたは随分選手に抱きつかれてるわねって言われたらしいですけど、ね、でもそれだけ愛されてるっていうかね。そうですね、ということですもんね。じゃあ続いて、その静岡で言いますと清水、の日程を見てみますか。
清水エスパルスですが、ホームで鹿島とのゲーム、これが、スタートということになります。そうですね、先ほども言いましたけども6節アウェーの岩田戦、これが、ダービーになりますね。後半戦では29節ホームで岩田戦ということになりますが、北条さん、エスパルスはそれほどこう、そうですね、新しい選手がっていうのがっていう感じではちょっとあれですけどね、うんうん、まあ、ただ監督変わってまた新しくっていう感じなんで、すごく前向きにはやれるんじゃないかと思うんですけどね、うん、ただやっぱり、まあ、七海さんも言ってるんですけど、やっぱダービー特別だからっていうんで、うん、七海さんというかシーズン前からいろいろ仕込んだりとかしてますから、うん、練習試合わざと組んでみたりとか、うん、そういうのちゃんとどれぐらい そのテンションで清水が来るかっていうのがすごくダービーの行方も変わってくるんじゃないですかね。そういう感じでね、来てくれるとね。これはもうその清水だけの問題じゃないですけども、うん、高さん、そのダービーとかね、まあ、先ほども言ってましたけど、監督さんとか選手もどんどんこう盛り上げる発言とかをちょっとしてもらえたらなと僕は思うんですよ。まあ、サポーターが一番盛り上がってる部分はやっぱりまだありますよね、はい、で、はい、監督とかも、うん、まあ、意図的にそういう発言をして、はい、まあ、選手を煽ったり、うん、サポーターを煽ったりっていうこともできなくはないけども、うん、はい、あまりにも過剰にその試合だけ意識させてもなっていうのはもしかしたらあるのかもしれないです、ね、でもなんかこう普通に、はい、いや34分の1ですからみたいなこう言われるといやいやいや、もうちょっとだけ乗ってくれてもいいんちゃうの。テンション違うんだよ、多分サポーターとその現場と熱がね。そうそう、海外のクラブとか、うん、成績ずっと良くないんだけど、はい、ダービーだけ強いみたいなチームあるじゃないですか、ね、はいはいはい、ミランがすごく強かった時に、うん、なぜかインテルダメだったのにダービーだけ勝つとか、ね、うん、そういうのあるから、うん、ちょっと違うんじゃないですか、やっぱり普通の試合とは。だからそこをもうちょっとこう表にガンとこう出しちゃっても、うんうん、いいのかなとか思うんですけど、柱谷さん、そういうわけにはいかないですか。いかないですね、サポーターが冷静に行かなきゃいけないっていうのは、はい、もうその1週間、その試合、ダービーが始まるもう2週間ぐらい前から、はい、次の試合あるのにダービーの話するんですよ。あ、なるほど。マスコミとかも、はい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 、もうでも次じゃないだろうっていうのに、うん、それぐらいの盛り上がりなんで、はい、もう監督とかが、まあ、気合い入れなくても、うん、もう仕方がなく上がっていっちゃうんで、だから逆に抑えないとっていうですね、はい、そうか、煽らなくてももう選手が自らもう上がっていってるから、それを抑えないといけないから、ちょっとコメントもそのあたりで気使うという部分もあるというところなんですかね。いや、楽しみは楽しみなんだよ、選手たちって絶対そういうのは、うん、なるほどね、うん、それはだってそういう場で試合できるって選手冥利に尽きるというか、絶対そうだと思います。それこそ、まあ、エスパルスと、はい、まあ、ジュビロとかだけではなくて、うん、まあ、ナショナルダービーとか言われるような試合もあったりするわけじゃない、はい、やっぱそういう試合の前っていうのはやっぱテンションが上がってきますもんね、うんうん、だから本当にこう楽しみにこうピッチに立てるような試合ということで、うんうん、まあ、そのあたりはまあサポーターの方も相当、いや、絶対やっぱりサポーターの人たちの気持ちはやっぱりすごいんだと思う、本当に。いやいや、それはそうです、もうそりゃすごいですよ。でもそれを感じて選手たちはやっぱりこれは負けられへんゲームやなって感じるわけでしょ。いや、やってるんだけど、でもサポーターの人たちはもっとすごいと思う。なんかなんで負けんだお前らみたいなのはやっぱり違うんだよね。なんだろうって思うよ。例えば同じように負けても普段の試合だったらそんなにこう、まあ、言ってみればね、はい、でもこの試合はなんかえらい怒られるなというか、いや、すごい、厳しいなというか、すごいでしょ。いや、だからそれだけ思い入れがあるというか、そうなんだよね、それを分からなきゃいけないんだな。でも七海監督がでも相当やっぱありますよ、ダービーに対しての思いは。だから相手の監督がそうでもないとこれはもう勝ったなみたいな感じになっちゃうっていう、それは。だから相手のテンションがそんなにないんだったら、うん、っていう。まあ、でも七海はずっとそこにいた人だから余計だよね、うん、まあそうでしょうね、うん、でもやっぱりでもそういう人がいるべきだとも思うよね、やっぱり、うんうん、監督にやっぱりそういうダービーの重要性とかこのゲームの重要性が分かるという、うん、じゃない。で、他から来た監督が、うん、例えばダービーなんですって言われても、うん、はみたいなところは、うんうんうん、はぁ、確かに、はぁはないんじゃないですか、その辺に。なんでダービー分かんのみたいな感じにね。まあ、クラブの歴史をもちろん知ってくるから、ね、まあ、そこまではないでしょうけどね、うん、この前市川大輔さん の引退試合ありましたけど、七海さんがプレーするたんびに若干ブーイングを浴びてたのが面白い。愛したね、はい、ブーイングを若干浴びてまして、
なんで俺だけなんだよってゴンちゃんもいるじゃんって言ってましたけど、すごいな、あのそれ もう前哨戦始まってるんですね。すごいな。だからサポーターもそのあたりも、ね、あのまあプロレスじゃないですけど、ある種その辺も分かって楽しんでるんですね。楽しんでるんですよ。面白いね。面白い。それいいですよね。そこを含めて楽しめてるな、はい、七海さんもそれも含めてなんかやってるっていうのが すごいな面白いですね、はい、さあ、ガンバ行きましょう。さあガンバですが、これ北条さんに聞いた方がいいのかな。ガンバってなんか補強という意味ではなんかもっとあるのかなっていうイメージがしてたんですけど、この辺りいかがですか。そうでもなかったですね、うん、まだあるのか、もうこれで一応とりあえずは一旦終わりみたいな感じなのか、なんですかね、ちょっとそこはね、うん、はっきり分かんないですけど、うん、まあ監督がね、はい、変わったっていうことで、まあ、ちょっと監督のその意向も踏まえつつっていうところあるかもしれないですけど、はい、まあクルビさんはね、若い選手育てるのもうまいでしょうし、うん、っていうのもあるかもしれないですけどね、はいはいはい、いきなり4節5節まで面白いですね。ケンタとも戦うし、うわ、うん、確かに確かにね、うん、でだって結構いいな、いいですね。かなりいいですよ、ね。五節までは相当。いや、神戸もね、ダービーですからね。まあそうですね。だから頭はちょっとこう見逃せないゲームが、まあ、かなりハードですよね。ハードですね。名古屋来て鹿島フロンターレレイソルで健太さん。ことです。健太さん。東京ですけどね。健太さん。健太さんですか。これはなんかすごいですね。で、柱谷さん、そのダービーの相手の監督さんだったのはガンバの監督になったわけですよね。そう、うわ、これもね、もうくるみさんが作ったようなチームですからね、あ、はい、まあ、はい、ベースとしてはね、うんうんうん、ですからそのチームとやるわけですからね、はい、それは熱くなるでしょうね。熱くなりますね、はい、これは高橋さん、盛り上がる要素の大きなポイントですね。盛り上がりますね、うん、これはいいですね。いいですね、はい、楽しみですし、高橋さんは今年のガンバについてはいかがですか。いや、クルピさんになって本当にどういうサッカーをするかって、うん、今までももちろん攻撃的なイメージあるんだけども、はい、それに輪をかけてもっと前に行くのかなとかも思うし、うん、あとはそれこそやっとどうするっていう、どこでどういうふうに使うかなっていうのは、なるほど、はい、ケンタも結構最終的には、ね、トップ下もやったりボランチにしたりとかいろいろ変えてやってましたけども、はいはい、やっぱりやっとありきなのでね。だからそのあたり中盤のまあ形というか並びも含めてどのポジションでっていう、うん、まあ、入り口もいなくなったということもあるし、はい、ただあの、まあ、若手というか、まあ、こちらも下部組織は充実してますし、うん、若手にとってはすごくチャンスですね。ですね。クルフさんも使いやすいんじゃないですかね、うん、なるほどなるほど。この2018年というシーズンがまたこの新しいガンバをなんか作り始める年になるのかなという、うん、だから、まあ、まあダービーというと大阪になりますけど、はいはい、まあ、本来やっぱり FC 東京と大阪っていう、あ、はい、ね、まあ、そういう感じでいくと、はい、イタリアだったらもうミラノとローマとか、はいはいはい、大きな都市同士の、まあ、ダービーってことを考えると、うん、まあ、この第5節っていうのも一つ大きなターニングポイントになるでしょうね。でそこに長谷川健太監督が行ったわけですから、はい、そうですよね、はい、これはかなり面白いカードがあるなという感じがしますけども、さあそれでは浦和行きましょう。さあ浦和ですが、浦和はかなりあの北条さんメンバーも、はい、そうですね、いろいろ入れ替わりもありましたけど、積極的に補強を、ね、してましたけどね、はい、うん、ただちょっと驚いたのはね、やっぱり、はい、一番前にいたラファエルさんが、ラファエルさんがね、はい、よもや中国の2部クラブにあんな値段で持っていかれるとは夢にも思わなかったですけどね。お金あるんですね。どんだけ持ってるんですかね。お金あるんですね、はい、2部のクラブですからね。クラブがでも ACL で活躍しなかったら残ったから、いや、かもしれないですね。だからそこで目をつけられてっていうことですもんね、はい、リーグ戦はね12点で、うん、ただ ACL でね、うん、決定的な働きしてましたからね、準決勝で、ね、これでも柱谷さんもちろんね、はい、多分僕は報道でしか分からないですけど、もちろんチームとしてはラファエル・シルバ選手がありきでチーム編成をしてるわけですよね。そうですね、僕もレッツの GM をやってたんで、はいはい、こういうのはあんま言っちゃいけないところ、そういう
義務があるので、どういうことでどう動いてるかっていうのはなかなか言えない。失礼しました、失礼しました。それじゃあ横の解説員に聞きますね。横の解説員に聞きますね。いや俺浦和出身なので、ね、守秘義務があるないですよ、ない。守秘義務がある。じゃあ栃木出身の方に聞いた方がいいですね。栃木出身の方、もう知りませんからそれでもね、いろんなね、やっぱ水面下でいろんな動きがやっぱりあるんですよ。それはもちろんね、はい、代理人とかもいるので、はいはい、まあ、ある程度はね、もうひょっとしたらいなくなるかもしれないなっていうのは頭の中に入れてるので、その次の手っていうのはもう打つ準備はね、やっぱしてるとは思うんですけど。ニュースになったのはこうつい最近ですけども、その可能性の濃い薄いはあっても、もしかしたらあるんじゃないか、はい、あった場合はこうしようみたいなことは、うん、だって2列目としてラファを考えてたとしたら、うん、はい、例えばまあ武藤とか、うん、まあ、そういう選手もいたりして、うん、で、はい、マルティノスを取る意味は何っていうふうに。なるほど。僕はでもすっごい楽しみなのは直樹、山田直樹が戻ってきましたね。直樹はね、レッツすごく好きなんですよ、うん、もうまあ浦和で、ね、はい、育ったっていうのはあるんですけれども、はいはいはい、だからこういろいろいろなチーム行って、うん、まあ長期 J 監督に、うん、いろんなこう指導を受けて本当に大きくなって浦和に戻ってくると思うんで、うん、もうこの直樹がレッツで活躍してくれるのはめっちゃ見たいですね、うん、でも浦和の応援されてる方も、はい、山田直樹選手のことが好きでしょ。そうですね、うん、まあ、直樹とか元気とか好きなんですよ、みんなねだからその選手が戻ってきたっていうことは、はいはいはい、でも水間さん、やっぱり山田直樹選手は湘南で相当なんか力強さみたいなのが、まあ、でも行った当初はやっぱり苦労して、うん、なかなか出れなくて、うん、まあ、怪我もあったりとかして、はい、でようやくなんかトップフォームを取り戻してきて、うん、自信を持ったところで帰ってくるのですごくいいと。で、まあ、直樹自身も、まあ、コメントで見たりすると、レッツにいた時はやっぱりアマちゃんだったと。あ、まあ、若いしで、うん、早くに代表も入れたし、はい、こうちょっとチヤホヤされつつ、うん、自分がまあピッチに出たらみんなにわーって応援される、はい、うん、やっぱりそこに甘えてたところはあるんですよね。で交代したらこうベンチに下がるんだけど、うん、なんかこう自分がこう辛かったんだみたいな、あ、まあ、パフォーマンスとは言えないけど、うんうんうん、それで見せるなよっていうところもやっぱあったんですよね、はい、でそれが出て本当に力をつけて戻ってきたので、うん、本当に柏木とかと戦わなきゃいけないし、はい、ね、中澤さんもそうだし、うんうん、今年は彼に本当に僕は期待してる、うん、そういう意味でも。でもそれを自分で気づけたのはやっぱり大事なことですね。でもあと監督と長期で監督と本当にいい巡り合いだったんだと思いますけどね、うん、そうか、それまた大事なんやな。じゃあその湘南行きましょうか。だからもしかしたら山田直樹選手にとってはその11節の湘南浦和みたいなゲームがね、浦和湘南がすごく大事なゲームになるかもしれないし、絶対スタメンで出たいでしょうね。ですよ ね、 ね、間違いなくそうですよね。そうなると、さあ湘南ですが、ホームで長崎とのゲームからスタートということですが、そう、次からきついですね。そうですね確かにね、今シーズンの湘南、北条さん、どんなチームになっていくんですかね。いや、長監督がね、うん、その若い選手ももちろんそうなんですけど、うん、かなりね、メンバーがこう入れ替わった中でも、はい、また新しい選手たちを育てて強くしていくって感じで、うんうん、で少しずつやっぱりこう今までをこう湘南スタイルっていうのをこうずっと押し通し感じでしたけど、少しずつこう柔軟にね、戦い方をこう幅をオプション増やしたりみたいなこともしてきたんで、そういうのが逆にこう J1 でこう生きていくような感じになるんじゃないかなと思いますけどね。なかなか柱谷さん、湘南もこうチームがいい感じでできたらこう選手が何人か抜かれてっていうのをこう繰り返すシーズンですけどもそうですね、やっぱクラブの規模からいくとね、やっぱそうなるなりやすいとは思うんですけれども、うん、まあ、長監督も今回3回目ですか、監督として3回目で、コーチで1回上がってるんですね。だからまあそういう経験があるんで、はい、まあ、選手補強も含めて特に梅崎を、ね、レッツから取ったりとか、はい、まあ、してるんで、うん、まあ、これまたチャレンジになるんじゃないですか。なるほど、長監督にとってはこれを残留させるっていうことは、いや、でも、もっと評価されていい監督なんじゃないんですか。いや、それはそう思います、ね、やっぱりあれだけなんか自分のスタイルを選手たちにこう伝えてもうやり通させるっていうのはすごいと思うし、そういうこと練習も何回見に行ったことあるけど、もう本当にハードで、プロのチームみたいなぐらい、コンディション大丈夫みたいなぐらい毎日選手、ああ疲れたみたいな感じで本当に帰ってくるんですよねそれだけのことをやって、で結果も出てて、
で選手たちが成長する場としては本当に素晴らしいと思うんですよ。だからあとは本当に定着するようなチーム作りを、ね、7年目でしょ、うん、7年目でこう選手に対して新しいモチベーションとかを与えていくのって難しいんですよ。大体やっぱ3年ぐらいかな、3年周期で回っていくのが、まあ、選手も変わったり監督変わったりするのは一番フレッシュにやっていけるのかなっていう中で、7年やるっていうのはやっぱすごいことだと思いますね。相当こう熱心に勉強もされて、海外のドイツとかよく行ってますからね、エッセンスも取り入れてという監督です。自分のモチベーションがすごいよね。すごいですよね、うんうん、でよくね、夏場湘南ってああいうスタイルなんで、はい、夏場大変でしょうってよく言われるけど、うん、むしろ逆だって言ってましたからね、張さんはね。ほう、それぐらい俺たちは練習やってるって言って、むしろそこが夏場の方が俺たちはむしろ良さが出るっていうようなこと言ってましたから、それぐらいやってますよ。まあ、でも結果が出るから選手もそのしんどい練習についてくるという。あとは高山がね、去年ちょっと怪我でね戻ってくるので、ちょっと楽しみにしたいですけども。さあ、昇格チームで言いますと、あと長崎いきますか。長崎はちょっと高橋さん、本当にこうどんなこの J1 でどうなのかいや僕すごい楽しみにしてるんですけど、高橋さんいかがですか。いや、 やっぱ高木監督は大したもんですよね。大したもんですね、はい、すごいですね、はい、うん、本当にあのプレーオフだったら多分ダメだったっていうふうに言って、ね、2狙いで絶対行ってたっていうふうに言ってたので、うん、まあ、そこをちゃんとやり遂げたっていうこともすごいと思うし、あとはそのフロントの体制が変わって、はい、社長変わって、はい、なんか雰囲気も変わって、うん、取り上げられ方も変わり、あ、だそれがうまく相乗効果としてなったのかなっていうふうには思いますけど、うん、まあ、実際ゲームが始まって J1 のなんだろう力、うん、昨日かな、トレーニングマッチをどこかでやって J1 にやられたと、うん、FC 東京でしたかね、0-2でやられたで、ね、うん、でその中で、うん、まあ、選手たちがどれぐらいのことを感じてくれたかって、うん、でそれをやってすぐに練習をやって、うん、これもっと鍛えますみたいなことを話したっていうのをコメントで見たんですけど、やっぱ監督が思い描いてる、まあ、J1 のイメージ、選手が思い描いてる J1 のイメージをしっかりとリンクさせないときつくなってくるんじゃないですかね。なるほど、そこは大事なところかなとは思いますけど。だから橋谷さんどうですか、はい、先ほど上位陣でその中段までの試合が大事だという話もありましたけども、これ長崎、これこの中段までってすごく大事じゃないですか。まあ、特に、まあ、昨年のシーズンはやっぱ守備ベースでやってて、うんうん、はい、でまあ、セットプレーとか、うん、まあ、ロングスローで奇跡的な勝ち方とかして2位になって上がったんで、やっぱこの最初の試合から2、3試合、5試合ぐらいまで、はい、やっぱ守備のところでどれぐらい我慢できるかっていう、やっぱそのカテゴリーの違いっていうのは、うん、やっぱ前の選手のこのクオリティがめちゃくちゃ高くて、うんうん、例えば J2 だったら、ああ助かったみたいな結構あるんですよ、はいはい、チャンス作られて助かった、はい、でも J1 に行くと、あ、もうあやばいと思ったら大体やられるんですよ僕も京都で J2 から J1 上がりましたけれども、はいはい、ワシントンに、レッツのワシントンにすごいシュート決められたりとか、はい、これは J2 じゃなかったなっていうプレーがもうたくさん出るんですよね。だそこを、まあ、きっちり抑えられて失点を少なくしていけたら、まあ、選手も自信になるだろうし、やっぱ最初の3試合っていうのは大事ですよね。これあの北条さん、はい、まあまあ初戦湘南なんですよ。でホーム開幕戦がトスなんですよ。トスなんですよね。ダービーですね。これかなり、いきなりですよ、ね、僕あの長崎の方にも聞きましたが、トスのサポーターも相当来るという情報がもう入ってるらしいんです。うん、あ、だからスタジアムはすごい雰囲気になるんじゃないかっておっしゃってました。うんうん、これはすごいカードになるじゃないですか。ね、そうなりますよね。でこのまあチームのやり方でもありますけど、結構バチバチ、うん、なそうでしょうね。なるんじゃないかなと思って。注目ですね、うん、で高さんやっぱりあの長崎対広島っていうのがすごくこうね、うん、なんかすごいゲームになるなと思って後半戦の、広島長崎になるんですけど、これ8月の11日ということで高田社長もおっしゃってましたよね、やっぱり平和のメッセージを発信できるのはこの2チームしかないんだからっていう話をされてましたし、ちょうど間取った、うん、だからちょっとこのゲームもね、なんか注目というか、すごく気になるゲームかなという感じがしますが、さあそして昇格チームで言いますと名古屋、ちょっと見ていきたいと思いますが、北条さんあの、はい、補強という意味ではやっぱりあの1点2点豪華主義みたいな感じですか。そうですね、うん、まあ
ね、ダゾーンマネーとちょっと違う、まあ、本当の資金クラブのあの資金力があるっていうことで、うん、はい、まあ、取れたっていうところで、まあ、なかなか一人の選手に2桁はの移籍金がなかなか払える状況、ね、はい、なかなかないですから、はい、まあ、そういう選手が来たっていうだけでもかなりあれだと思いますけどね。うん、まあ、去年のだからセレッソみたいにいきなりこう、はい、タイトル争いに絡むようなポテンシャルを持ってるっていう意味では名古屋なんだと思うんですけどね。うん、あの風間さんのサッカーがまた J1 でというそうですね、ことですごい楽しみですよね。水野さんはどうですか、この名古屋再び J1 にということですか。まあ、4節ですかね。これ4節楽しみっすねこれどんなゲームになるんですか。もう持ったら最後どっちも離さないみたいなことになるんですか。そうじゃないですか。持ったら離さないってゲームなんですか。どんなゲームなんですか。取られない。取られないですよね。でも川崎結構むしり取りいきますよ。あ、そうだからそれが楽しみだからね。うんうんうん、だからそのフロンターレの戦い方っていうのでまたゲーム内容も変わってくるというか、うん、なってくるのかなという感じがしますけども、うん、なんか楽しみですね。4節またその4節までにこのいい流れができてると、そうですね、名古屋にとってはという感じかもしれませんけどもね。さあ、それでは FC 東京行きましょう。あの橋谷さん、僕、はい、あの FC 東京のキャンプをちょっとあの 見に行ってきたんですよ、はい、雰囲気めちゃめちゃ良かったんです。あ、そうですか。明るかったんですよ、であの長谷川健太監督が盛り上げるのはもとより、はい、それにこうして選手たちもすごくこう声出していい雰囲気だったんで、僕はちょっとびっくりしました。去年あんまり良くなかったってことですか。僕は何も言ってないでしょ今年はいいぞ。今年はいいということですか。何を言ってるんですか。いきなりですね。いやでも本当明るかったです。でもなんかあのよく言われるのは、はい、FC 東京の選手は、はい、この力はねみんなすごく持ってるのに、うん、はい、なかなかこうチームとしてこう厳しさがちょっとないみたいな、うん、はい、でそういうことをよく言われますけども、うん、やっぱり長谷川監督は、はい、やっぱそういう意味の実績もある監督ですし、うんうん、もうやっぱチャンピオンにしてる監督なんで、はい、チームがこうガラッと変わる可能性っていうのは高いですよね。ケンタ怖いですからね。あとなんか3つガムを噛むな、はい、あとなんか5分前に出ろかな、グラウンドに、はあ、あと声を出せ、はい、声を出せ、はい、それが入ってるじゃないですか、はい、だから声を出さなきゃいけないですよ多分、はい、まあ、でもそれがやっぱ雰囲気作りというか、いや絶対そうでしょ。なんかまあ、そうやってって、はい、まあ、僕の勝手なイメージだけども FC 東京の選手たちは自分を持ってるんだけど、うん、自分を外に出すことがなんかそんなに得意じゃない選手が多いのかなっていう選手も中にいたりして、うんうんうん、でその選手たちが声を出すことによって、うん、なんか今までと違う自分が出てくるようになると、もともと本当にポテンシャルのある選手がいて、はい、その選手たちが一つ殻を自分の中で破っていくと、うんうん、それがつながった時には絶対強くなると思うんですよね。これあの高橋さん、長谷川健太監督でエスパルスでもこうある程度チームを上げて、ガンバでもタイトル取って、でもそのサッカーの内容ってまたそれぞれに違うじゃないですか。だから FC 東京でもどんなサッカーを見せるのかなっていうのは楽しみなんですよね。やっぱり本当にいい選手がいるから、うん、あの選手たちを躍動させるのが、まあ、健太監督の役目だと思うし、うん、まあ、あと竹草とかもいるので、そうそうそう、ね、使うかなとかね、うん、どうですか北条さん、若い選手いいのいますけど、どうなんですかね、使ってほしいですね。使ってほしいですね。久保選手、まあ、ちょっと負傷しましたけど平川選手もそうですね、いますしね、いい選手ですし、他にもたくさんいい選手いますし、うん、そのあたりのメンバー構成もそうですね。あとやっぱフォワードね、うん、ディエゴ・オリベイラ、あれは結構いいんじゃないですかね。僕も見ましたけどシュートうまいですね。うまいですね。まあね、はい、ずっとスタメンで出てもおかしくないよね、うん、力を持ってる選手なんで、やっぱ決め手があるかどうか、やっぱり上のチームが重要だよね。あとワールドカップイヤーからすると森重どうっていうところもじゃない、うん、確かにね、うん、ちょっと昨シーズンは負傷もあって、うん、最後ねあんまり出場なかったですけども、うんうん、でも今シーズンは相当気持ちも、まあ、そうでしょう、やっぱりリーダーになっていかなきゃいけない選手ですよね、うん、キャプテンまだ決めてないですよね、うん、あ、そうなんですか、決めてないです。だからそのキャプテンまた誰なのか、うん、そうですね、いきなり久保選手がキャプテンマークみたいな。健太さんそういうことしますか。するか。するか。さあ、横浜 F マリノス見ていきたいと思いますが、さあこちらは高橋さん、斉藤学選手が抜けてという
ね、ところ、ね、まあこれが一番大きなニュースですかね、このオフシーズンの。じゃないですかね。ね、はい。ちょっとこう、まあ、監督も変わったので、はい、どんなサッカーになるのかなっていうのを、うん、本当にポゼッションできるかなとかね。なんかポゼッション志向の監督さん督、ね、オーストラリア見てたらそうでしょ。ですよね、うん、だからそのこれまでの F マリノスの戦い方とその監督との融合とかがどうなのか、うん、というか、まあもちろん守備のベースがあるチームなので、はい、まあ、そこが基本にはなるとは思うんですけど、うん、やっぱりそれだけではもうなんか魅力がないんだよな、マリノス自体に。やっぱりこうもっとお客さんを楽しませるような、はい、それは、うん、まあ、僕は必要かなとは思いますけどね。うん、柱谷さんは F マリノスいかがですか。いや僕ら日産時代そうですから、まあ、たかしはね、うん、そのマリノスにいましたけど、うん、僕は日産時代やってるんで、やっぱマリノスっていうのはやっぱ常にチャンピオンになっていてほしいクラブなんで、やっぱり勝ってほしいですね。どうします、あの5-5日産5日産で仕上がる復活させる。いやっていうか攻撃のチームだったんですよ、日産で、はい、いつの時代からかマリノスは守備みたいになったんですよ。清水さん監督になってからですか。俺の晩年の頃じゃないですか。そうですね、やっぱりね、昔の和久さん、ね、金太さん、で柱真ん中にいてですよ、柱谷さん、ね、高橋さんも、ね、健太がいて、健太さんもいた、はい、鉄がいて、ね、攻撃のタレントが非常に多かったん で、はい、だからだんだん後ろにタレントが多くなってきたんですよね。そこからやっぱりそういう風にシフトされていって、うん、で前の選手俊介とかいたけども、はい、俊介いなくなりました、うん、学ぶもいなくなりました、さてどうしますっていうのは、うん、今年はまずそこですかね、はい、どんなサッカーするのか、うん、まあ、若い選手にね、ま、期待したいですよね、はい、あの下から上がってきた選手とかね、はいはい、あとはエンドケイタとかね期待されてるみたいだけども、はい、結構サイドでね、はい、いいプレーを見せますけども、あとその5-5-5-5-5が復活せえんか俺だけそんな古い話ですいません。25周年の前の話ですもんね、5-5-5-5は。さあ、コンサドーレ札幌行きましょう。こちら、北条さん、はい、やっぱりまずはペトロビッチ監督が来たという、いやこれ超大きいですよね、ことですかね、はい、うん、まあ、社長はね、うん、もう初めからミシャルお願いしたいなってずっと思ってたと思うんで、うん、はい、まあ、その通りになったっていうことだと思いますけど、うん、あとそこに選手がどうくっついていけるかっていうところですよね、うん、もうね。なるほどなるほど、はい、僕キャンプ行ったんですよ、いいね、でそこにね、あの四方田コーチがいらっしゃったんですよ、はい、あ、はいはい、明るかったです。四方ちゃん、はい、あ、なんか取れたのか、僕もそう思った。いや僕もちょっとそれ思ったんですよ、やっぱ監督さんのね、そのやっぱプレッシャーとかあるじゃないですか、それが取れたかどうかわかんないですけど、まず最初にお会いした時もいきなり手振ってましたもん僕に。あ、取れたんだよ。相当悩んだらしいですけどね、コーチになることに対して。そりゃそうですよね、ここまでいいチームにして次監督ちょっと別の監督来るよっていう話ですから。よかったね。いやすごかったですよ、なんかコーチとしての力を発揮してほしいですね。ねえ、はい、あの練習終わって、まあ、ダウンっていうかちょっと、まあ、2周ぐらい走れみたいな感じあるじゃないですか。であのコーチ陣と走ってる時も僕と僕のカメラの方にずっと手振ってました。すごいよーちゃん、明るかったです。ミシャはもうあのね、選手に対してすごいコミュニケーション取ってました。あ、スキンシップするでしょ。スキンシップもうすごかったです。もうちょっと目の前走ったらおいおいおいみたいな感じでコミュニケーション取って、そこからまず始めようっていう感じがありましたね。でも単純にあの僕着いた日だったんですけど、行ったのが沖縄に、あの最初はボール回せみたいな感じだったんですけど、そっからだんだんもうすぐ熱入ってました。もっとこうしろああしろみたいなことは相当おっしゃってましたね。すごいね、トレーニングの時のそのコーチングすごいよね、見ちゃってね、すごいですね、うん、だからそれはすごい面白かったですね。だからどんなサッカーになっていくのか、結構あの外国のメディアとかもよく取材来てましたね、うん、あ、そうですか、はい、タイのはい、はい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 、余裕がいますから、はい、僕もあのシーズンオフはだいたい浦和に、まあ、家浦和なんで、はいはい、浦和の練習毎日見に行ってたら、はい、毎日ミーシャ話してくれるんですよ、時間取ってくれて。そう、へえ、もちろんいろんな指導者が来てるんですよ、はい、あの J リーグとかの指導者も、はい、それもみんな一緒にミーシャといろいろ話して、うん、でいろいろ質問があったら質問するし、それに答えてくれるし、すごいだから勉強になりましたね。
まあ、練習もそうですけれども、うん、だから彼のそのサッカーのスタイルに選手がどれだけ融合していけるかだと思うんですけども、確実に良くなるっていうのはもう間違いないと思いますね。その時雨はもらわなかったんですか？雨は俺だから、それは俺だから、それは俺たですけど、もう練習始まってる時まで話してくれるんですよ。あ、雨ね、はい、高橋さん、僕あれ思うんですけど、雨僕ももらったりするじゃないですか、はい、僕の勝手な期待ですよ、もうちょっとあの外国産のコテコテの雨もらえるのかなって僕思ってたんです、最初。違うんですよね、フルーツ系ですよねで最後の方はミルク、うん、濃いミルクあれが結構多くなってきて、甘いものちょっと欲しくなってきて、なんかあのあなんか近所のコンビニでも買えるやんみたいな雨やったりするじゃないですか。僕もあの髪の色もすごい蛍光色みたいな外国の雨かなって勝手に期待してたんですけどあれ多分自分買ってないでしょ。あ、仕入れてもらってる、あの男前通訳が買いに行ったりするんですかね。男前多分分かりやすい、セットで行きましたよねロン毛の行きました、行きました、男前分析と もちろんもうチームですから、ね、でも楽しみですね本当にね、札幌は。いや前の J とさ、はい、トクラとさどう出るみたいな、どうするんですかね、どんなシンジとさ稲とか、はい、どう出るとかさ、ね、どこですかね、感じ分かんないですよね。どうなんですかね、なんか稲本さんがちょっと後ろにもしかしたらみたいな話はね、ディフェンスラインの方に行くのっていう話も、まあ、川井隆二ちょっと怪我しちゃってますからね。そうですね。であとほら駒井選手とかも入ってますから、はい、ちょうどね監督は使いやすいサイドでっていう、そういう選手もいますから、どんなちょっとチームになっていくのか、ね、さあ、ベガルタ仙台行きましょう。仙台はでも水間さんどうですか、昨シーズンやっぱ渡辺監督がこうやりたいっていうなんかサッカーがだんだんこう実を結びつつあるのかなって感じがしたんですけど、かっこいいですね、うん、まずかっこいいまず見た目のことね、あ、もう、はい、めっちゃかっこいい、シュッとしてますから、あ、もうめっちゃかっこいい、はい、あとサッカーに関してはなんかこう、うん、まあ、コーチ陣と多分話をするんだと思うんだけど、はい、なんか仙台っていうチームが、うん、まあ、堅守速攻みたいなイメージからどん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 脱却していって、はいはいはい、ゲームを自分たちで握って崩して取るみたいなシステムを変えてやってるとこじゃないですか、はいはい、だからそのチャレンジがすごく好き で、うん、でキーマンだったのが三田だったと思うんですよ、はいはい、で彼が出た、うん、でそこに庄司が入る、はい、果たしてみたいな、これ柱谷さん、庄司選手どうですか。いや楽しみですね、まあ、庄司選手も、山口でやって、うん、はい、岐阜でやっ て、その前は町田ですけどね、はい、こうステップアップしてきて、うんうん、もうついに J1 に入ってチャレンジするんで、はい、まあ、彼の技術であったり、はい、アイディアであったりとか、うん、右足も左足も両方蹴れる力ありますから、まあ、その彼の力がどれぐらい仙台で発揮できるかっていうのはすごく楽しみでありますね。なんかあのサッカーに合いそうな気もするんですけど。そうですね、うん、どちらかというとやはりポゼッション型の選手なんで、はい、今仙台が取り組もうとしているサッカーに合ってる選手なんで、うんうん、だからクラブの強化部がしっかり見てて、うんうん、彼を取ってきたっていうのはやっぱ力あるなと思いますよね。小田さん、あの昨シーズン のフロンターレとのこう何回かのゲームですごくエキサイティングで面白かったですね。いやだから本当力つけてきてなって感じありますよね、うん、あのスタイル で、はい、で僕庄司選手すごく好きなんで、うん、すごくハマるだろうなっていう気がするんですよね、チームにね。なんかまあね、 J1 しかご覧になってない方にとってもしかしたらこなじみがない薄い選手かもしれませんけども、うん、もうインサイドキックであれだけ見せる選手でなかなかバルデラマっぽいみたいな。いやそうなバルデラマあんま知らないじゃないですかもうでもいやでもインサイドキックの多彩さというか、うん、ちょっと私周り見てポンポンポンってやってねすごいですもんね。でも長いボールもこうね、長いボールも蹴れますし、だからサイドとからもやっぱり崩せるようになるんじゃないですか、うん、彼の精度があれば。なるほどね、うん、だからちょっとどうフィットするのか見てみたいと思います。あと点じゃない、見た結構ミドルとか打ってたし、はいはいはい、そういうとこじゃない。もう三田選手はどこまで行くねんっていうぐらい行動範囲が広いですからね。その、三田選手が行った神戸、うん、見てみたいと思いますが、まあ、でもやっぱり神戸もいい選手も取りますし、結構水間さん、はい、スタッフ陣も変更があったようですね。僕は神戸一番そこが面白いなと思って見てましたけどね。ね、はい、圧が三浦敦弘さんがスポーツダイレクターみたいな形で強化のトップってことですか。ですよね、多分。はい、はい、はい。
でそこに行って、で強化に林健太郎が行って、林健太郎さんも行って、で平野隆が入って、はい、でバルサになるんだって言って2人をバルセロナに行かせるといういやいや出てましたよ新聞に。すごいですね。出てましたよ。すごいですね。勉強してこいみたいな。へえ、すごい。いやでも楽しくないですか、そういう人たちが、はい、その元いたクラブに戻ってきて、そうそうそう、そういうことをやるみたいな。はい、いや面白いですよね。ね、だからちょっと楽しみというか、で監督は吉田貴之そのままで、はい、でそこにまあフリューゲルスで一緒だったエンゲルスが来るみたいな、はいはい、やっぱそういう意味では、うん、なんかすごい補強、そこが、うん、みたいな感じがしましたね。やっぱり橋田さん、もちろん選手も大事ですけど、はい、このスタッフ陣どういう人を集めるかって大事ですもんね。それとやっぱりそのクラブをどういう方向に持っていくかっていう、うんうん、マネージメントっていうのがやっぱすごく大事で、やっぱヨーロッパのチームとかで行くとそのクラブのスタイルっていうのをみんな持ってるんで、やっぱ日本もそういうのをねこうやっていかなきゃいけない時期になってると思うんですよね。だから強化部がコロコロ変わったり、サッカーのスタイルが監督が変わってスタイルがすぐ変わったりとかじゃなくて、やっぱそのクラブのスタイルを作り続けていく、まずやっぱスタート地点に今神戸が立ってんじゃないかなっていうふうに思いますね。サッカー変えるんじゃないの、本当にバルセロナスタイルにするっていうぐらいの勢いでしょ、きっと。そうなっていけば面白いですよね、うん、だからこそ結構苦しむかもしれないです。あ、そういう変えようとするとき、まあ生みの苦しみといいますか、うん、でもそこでどれだけこう辛抱強く多分長いスパンで見てると思うんですよね、うん、やれればという一心も考えたらね、どうでしょうね、まあ、オーナーがどれぐらい我慢できるかっていうところも絶対あると思いますよね我慢していただけるんじゃないですか本当にもう時間かかると思うんですよ、はい、そんなすぐに、はい、じゃあバルサやりたい、あバルサいいサッカーやってる、うん、はい、バルサのサッカーやりますって言ってすぐできないですから、そんなのそれバルセロナもそこまで何年かかってるねっていう、うん、100年かかってますからね、からね、はい、だから我慢してやってほしいですねさあそしてサンフレッチェ広島ですが、こちらこのようになっておりまして、上福新監督を迎えてということになりますが、まあ川辺選手が戻って、うん、あと徳島から渡里選手、真渡里選手、うん、はい、2人でおりましたね、サイドバックと、いい選手ですもんね、この2人も、はいはい、まあ、渡里は橋野見てたよね、そうです、北九州の時、はい、ああそうか、はい、なかなかのこのもう渡りで何回勝ったか分かんないぐらい勝ちました渡りのおかげで去年20何点ですよね確か、はい、もう点取りますからね、とにかくやっぱりそこに対する執着心って本当強いですね、強いですね、もうすごくアグレッシブでハングリーな選手なんで、うん、はいはい、やっぱいろいろこう渡り歩きながら最後は自分のふるさとの広島に戻ってこれたっていうのは、はい、やっぱ本人もすっごいモチベーションでやれると思いますね、まあ、どういうこうシステムでやるのかっていうのは分からないですけども、まあ、去年監督1回変わってそこで、ね、はい、4バックにしたりしてましたし、うん、はい、まあ、周りも右サイドバックでしょ、そうです、サイドバックとかでも、うん、まあ、庭がやってたりしてたので、はい、まあ、そこの競争もあるだろうし、うん、まあ、まずはシステムがどうなるか、うんうん、ですね、ちょっとどうなんですかね、やっぱりこう上福さん、まあ、上福さんもまあ FC 東京の時とまた甲府の時もまあサッカーのやり方も、うん、ちょっと変えましたもんね、変えましたから、はい、そこでこの広島のメンバーでどんなサッカーをやるのか、うん、僕は新年会やったんですけど上福と、はい、で結構2時間ぐらい話したんですけど、はい、どんなサッカーやるのって聞いたら、うん、やっぱまだやっぱ分からないって言ってましたね、やっぱ選手をちゃんと見ないと自分、まあ、システムも含めてね、うんうん、どういうふうにやっていくかっていうのはまだ分からないっていうのは正直にそう言ってましたね、うん、そう、それはでもすごくいいですよね、うん、もう選手関係なく俺はもう442やって442だっていう今選手の適性を見て、そうですね、選手がやっぱやってて、うん、こう生き生きするような、はい、やっぱサッカーをやることが、うん、それが結果にやっぱつながっていくんで、やっぱ行って実際選手とトレーニングやってみて、うん、それでシステムとかスタイルはやっぱ決めていかなきゃいけないっていうふうには言ってました。長い間スリーバックみたいなあの形で独特の形でやってて、うん、でそれで結果は出てて、うん、で去年うまくいかなかったのを4にして、うん、でまあ、そこで持ち直したんだけども、うん、まあ、そういうところはやっぱりもう一回見極めなきゃいけないっていうのはあるんじゃないですかね、うん、コンディションも含めて。でも両方できるのはいいって言ってましたね。確かにね、あー、なるほどね。3も4もどっちもできる、はい、去年の経験があるんで、うんうん、まあ、それをまあチームにうまく落とし込みたいとは言ってましたね。もうなんか海外とか見ててももううちは4です、うちは3ですとか言ってる場合じゃない感じですもんね、その状況に応じて、うん、
まあ、相手とかでも普通に変えてくるしね。変えてきますもんね。本当にチャンピオンチームぐらいじゃないですか、何も変えなくて やれるとかいうの、うん、そうなってきますもんね。さあそして、トスいきましょう。サガン鳥栖ですが、こちらは、ホームで神戸、アウェーで長崎、これだから金曜開催、これ注目される試合ですね。金曜開催ってどうなるでしょうね。まあでも開幕の一節だっていうふうに考えれば、別に曜日とかじゃないんじゃないですか。うんうん、ああなるほどなるほど。っていうか豊田がいない鳥栖っていうのはすごく、そうだからこれ不思議な感じが。これはやっぱり橋谷さんどうですか。やっぱ昨シーズンのイバルボ選手の活躍というか存在感の大きさみたいなのがありますか。はい、ありますね、うん。やっぱちょっと奪ってカウンターみたいな、はい、やっぱイメージはやっぱありましたよね。うん、はい、イバルボを生かすっていう意味では。だからまあ今シーズンどういうサッカーでやっていくかだと思いますけどね。そこにでも北条さん、はい、高橋英人選手が入りましたね。東京時代のね。うん、使ってた選手ですからね、うんうん、でも去年結構鳥栖戦は完敗だったって大江監督とか言ってましたよ、鹿島。はあ、もうハマった時には本当強いっていう、本当そう思うね、うん、って言ってましたよ。なるほど。中盤のそこの時高橋良樹しかいなかったっていうのは結構でかくて、うん、 ね、それで多分秀人を取ったんでしょうね、うんうん、あそこだってもうあの選手一番いつも走ってるじゃないですか、高橋良樹選手が、うん、そうそう、だからそのほどまあ疲労感というかね、もう出てくるでしょうし、そこに一人入ってくると、そうです、だから周りの選手がどういうふうに変化するか、まあ、原川がね、うん、やっぱりすごい、はい、素質の高い選手なんで、うんうんうん、まあ、去年安定してやりましたから、はい、まあ、さらにチームの中心としてやるんじゃないですかね。あと原川、福田選手、田川選手もまた楽しみな、そうそうそう、田川はね、いいですね、選手ですもんね。だから鳥栖もなかなか、そうか、安西和樹選手も、うん、そうですね、だから吉田が右に行ってという、はい、行ってっていうね、だからちょっと戦い方の幅というのもまだかなり出てますよね、出てくるのかなという感じがしますけども、うん、ここまで、J1 の日程も紹介してみました。各クラブの日程は詳しくは、J リーグ .jp でご確認ください。さあそれでは、なんとここで今シーズン J1 で達成されそうな記録を、発表する北条さんコーナーがやろうと思ったら準備がそれほどできてなかったというすいませんね、ごめんなさいね。さあそれでは、なんか来ましたよ、はい、来ました、北条さんコーナー行っちゃっていいですか。はいはい、いいですか。じゃあ北条さんお願いします。はい、最初、はい、これです。あ、音ないんですね。ないです、ないです、はい、じゃじゃんじゃんじゃん、もう大久保選手、今シーズン200ゴールなるか。これ今何ゴールなんですか。今ね、ここにあるんですけどね、表がね、ちゃんとほら用意されてます。はいはい、はい、なんで自分のコーナーだろいやいや、それ言わない約束です。179、すごい、まずそこがすごいですね、うん、あと20だから1点ですね。21点、はい、これだから吉メーターが轟にまた復活するってことですよね、うん、ですよ ね、 ううね、ですよね、うん、これ得点を取れるぐらいの勢いだってじゃないとってことやね。そういうことです。21か、そうですね、21点以上か。まあでもフロンターレ時代はこれぐらいの点数をペースで取ってましたからね。取ってましたから。去年の J1 も3人いるんじゃないですか。20点以上取ったね、選手はね。そうそうそう。小林優選手、はい、杉本健選手、興梠選手、はい。うん、だからまあ得点を争いをしていれば可能性が、ね、うんうん、すごいな、そしたら。いや、すごい。いやいや、でも柱谷さん、このゴール数いかがですかこれすごいですよね。そうですね、まあ本当に川崎行って変わりましたよね、うん、あ、そうか、だからそこに戻る今シーズンの大久保選手でもまた楽しみ。そうですね、まあどういうポジションでどういうスタイルでやるかっていうのも楽しみでもありますし、で、まあ、去年は本当にこうイライラするようなシーンがね、はい、本当に目立ちましたからね、うん、だからそうストレスをすっごい持ちながら1年やったんで、うん、おそらく今回川崎戻ってきて、まあ、いろんな批判とかもあったかもしれないですけれども、うん、あのサッカーやりたいっていう、うん、サッカーを好きだっていうことで戻ってきたんで、うん、だからそれでまた彼の良さっていうのはまた出るんじゃないですかね。なんか怒ってる人もいるんだけど、うん、やっぱ基本的に点を取って試合出てる時っていうのはやっぱ楽しそうですよね。いやいやいや、そうです、うん、ね、はい、やっぱりで、やっぱりあのシュートを打つ大久保嘉人選手を見たいです。確かに、まあもちろん守備もいいんですけど、はい、気持ちいいですもんね。気持ちいいんでね、気持ちいいんです。あとね、はい、ここに表は出てないんですけど、あと川崎に、うんうん、
もう一人記録がもしかしたらって選手がいて、あの小林優選手、うん、小林優選手は何の記録？今78点なんですけど、あと22点で100いくんです。だからこの2人が21点22点ってこう超えるって、お互い記録取ってくると、まあ川崎これ連覇近いって話になります。そうか、そういうことか、ね、2人で20点だったら、いやいやいや、相当ですよね。相当ですもんね、うんうん、で阿部ちゃんがまた10点は10点とかね、とか、うん、家長行ってとか、そこでそれを斉藤真奈選手がアシスト数をどんどん稼いでみたいな可能性もあるということですね。さあ、そして続きましては、はい、続いてはこれです。はい、何でしょう。はい、じゃんじゃん、あ、どう、中澤選手来 来た600試合これ間違ってないと思うんですけど、600試合リーグ戦だけですよね。そういうことです。リーグ戦だけですよね、これは。600ですよ。いや、でこれ一応あの用意していただいた、あの、J1 の通算出場記録ですね。はい、600ですからね。今が？今1位はもちろんあの楢崎選手はね。はい。まあ、ゴールキーパー。631。ただフィールド選手としてはもう中澤選手ですよね。571。あと29試合。うん、はい。だからこれまたフルで出た場合はもう今シーズンの終盤には、ね、はい、もう記録更新ですよね。記録更新というか600に届くということですね、はい、しかもずっと出てますからね。そう、フルタイムでね、はいはい、テープだけだよね、増えてるのそうですねしかもね、長田選警告もないんですよ、本当。イエローか、いやいやいや、確かに確かに、まあ、警告とか累積したら出れないですね。出れないですからね。まあ、他の選手は知らないけど、まあ、僕は何回かっていうか2年ぐらいユージと一緒に やりましたけど、体のケアがやっぱり全然違うんですよ ね。意識があれよく言いますけど、何が違うんですか。多分自分の、まあ、ルーティンがあって、はい、例えば交代役も含めてだけども、はい、その時間の使い方がうまい。早くに来て準備の時間がまず長い、はあ、で帰りも遅い、はい、でファンサービスとかもしなきゃいけないんだけども、うんうん、そういうことも含めて時間をコントロールしてる、うんうん、で試合終わった後も多分今試合終わった後になかなか出てこないですよ。はい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 、あの取材エリアとかでも、うんうん、ずっと交代よくしてますと。で自分 その納得いくクールダウンができてからじゃないと来ない。それはもしかしたら、うん、おいおいもっと来いよとかっていう人もいるかもしれないんだけども、うんうん、でもやっぱり自分はその体のケアに対してはプロフェッショナルに多分徹してる、うん、それだからもう勝とうが負けようが、そうそうそう、もうやることは絶対やるっていうプロの姿勢というか、そうそうそう、だからそれはすごいですよね。多分食事もそうだしね、うわ、やっぱその辺はちゃんとしてるなっていうふうには思いますけどね、うん、それはもちろんあれでしょ、柱谷さんもプロの時はもうそれぐらい節制されてたんでしょ。そうですね、ある程度の年齢いってからはやりましたねあ、やっぱ36までやったんですけど、はいはい、やっぱ30超えてからはもういろんなことやりましたね。 ある種若いうちはもうちょっといけちゃう部分もあるんですよね。だからまあ30超えたぐらいからそのウォーミングアップのところとか、もう自分でいろんな整体行ったりとか、PNF やったりとか、まあ、いろんなことをやって、まあ、やらないとやっぱ伸びないですね。なるほどね。あとなんか好きなの、美味しいものをたくさん食べるとか言ってた。なんかそんなに変に気にしないとみたいなことは聞いたことある。そこにこうストレスをためたくないっていうことでしょうね。さあ、そして続きましては、これ600試合いったらほんますごいな。ちなみにあの遠藤選手も、はい、あと32試合で600いくんですけど、ね、じゃあ今シーズンやっと J2 だったからね。そうなんですね。そう、 J2 時代だからね、伸びなかった。はい、はい、さあ続きまして、じゃんじゃん、鹿島500勝。でもこれもとんでもない感じ。500勝500勝ですから。え、2位ってどこなの。2位はどこなんですか2位はどこなんですか、ね、なんか何フリップあるらしいですよ。フリップがあるらしいですよ。 あ、そっか、すいません、ごめんなさい、全く気づいてなかった。こだこれです、これこれです、はい、打ち合わせしたんでしょごめんなさい、こうなってます、なんかズームはしないんですね。鹿島が475勝。はい、あ、来た来た、ズーム来ました。あ、違う違う、2位は鹿島、横浜マリノスか。今横浜マリノスじゃないですか、ね、マリノスじゃないですか、うん、マリノスです。あ、順位じゃないんで上から、うん、マリノスは416ってなってますよ。16ですから、マリノスですね。すごい、はい、であと20だから5勝で500に届くんですけど、はい、
J1 のこれまで1シーズンの最多が23勝なんだ、うん、だこの1シーズン最多勝率を超えないと今年中には500勝届かない。だから今年仮に500勝いったとしたらもう優勝してるってことですね。そういうことですね。もうそういうことですね。そういうことですよね。まさにそういうことです。これでもちょっと一番下行ってもらっていいですか、うん、一番下行ってもらっていいですか、はいはい、もう僕ねこの長崎のこのゼロっていうのが俺逆にいいと思うんですよ。こっから始まるんですよ。そういうことですね。はい、ね、はい、鹿島も最初これだったわけでしょ。そうだよね。ね、一番最初そうです。でこっから鹿島は今の475勝にいったってことは、うん、長崎もこのゼロからどこまでなるのかって本当にいいんじゃないですか。このゼロって逆にいいですよね。うん、なんかもういやだからこれ一生の重みはすごいですよねこれね。なんか真っ白でこれからいく、どのようにもなれる感じがして。そうですね。850試合もあったんですね。850、ね、だからそういうことですよね。鹿島と F マリノスは一度も落ちてないので、試合数は850試合ってことですね。あ、これ見るだけでもなんか歴史をすごく感じさせる。だからあのオリジナル10で1回だけ J2 に落ちたチームはだから816試合っていうガンバーそうですねことになるんですね。名古屋もね、こういうのはなんか面白いし、うん、なんか歴史をちょっと感じさせるいい資料ですね。じゃあその500勝というところも楽しみにしながらですが、引き続き日程を見ていきたいと思いますが、続いて J2 いきたいと思いますが、 J2 は、まあ、あの昨シーズン J1 から、降格したチームが、甲府、新潟、大宮ということになりますかね。甲府のスケジュール日程見ていきましょう。はい、甲府です。はい、甲府はこの試合数が全然ちゃうな、やっぱり多い多いね。柱谷さん、その、はい、シーズン前にね、北九州の時もご覧になったでしょ、はい、やっぱり多いですね、J2 多いっていうかね、一番最初に見るのが、はい、どこが空いてるかなって見るんですよね。その1年の中のどっかでオフ取れるかなみたいな、はい、もう毎週必ずあるんで、ありますね、はいはい、だからどっかで休めるかなって見るんですけれども、うん、まあ確かに長いですね。今シーズンは J2 で戦う甲府ですけども、甲府いかがでしょうね、はい、J2 での戦いということになりますと。いやでもまあ J1 から降りてきたんで、うんうん、まあ、強いチームっていう印象を皆さんお持ちかもしれないですけれども、もう簡単に勝てないですね。あ、そんなにどことやっても簡単に勝てるチームはない、 J2 はないと思いますね、まあ、一時期よりもやっぱり、まあ、J3 ができたってこともあるんですけれども、うん、J2 全体のやっぱレベルが上がってきてるし、うん、まあ、選手もかなりいい選手が入どこのチームも入ってきてるんで、うん、落ちたチームが簡単に上がれるっていうようなリーグではないですね。これ水間さん、その甲府のこれまで その守備っていうところの部分と、あとこの吉田達磨監督のもう少しつなぎましょうというサッカーと、そしてこの J2 と、どういうサッカーに今シーズンはなっていくんでしょう。多分 J1 のような守り倒すサッカーではなくなる気、うん、感じはしますよね、うんうんうん、もちろんだけどもつなぎ倒していて、うん、それほど今度は守ってくるチームが多くなってきたら、はい、その崩せる術を持てるかっていうところ、まあ、それを多分今トレーニングしてるかなっていう気は、なんかこう持ってるつもりが持たされてるみたいな、それはあるんじゃないですか、感じになる可能性もあると、うん、多分別にボールが横に行ってるだけだったら別に怖くないねみたいなところはあると思うので、うんうん、まあ、あとは前に食ってかかっていけるかどうかだとは思いますけど、ね、まあ、いいスタート切りたいですよね、うん、相手開幕戦大宮で、うんうん、あの同じ J1 から落ちてきたチーム で、うん、で、まあ、東京の2チームとやりますしね、うんうん、で次福岡、うん、徳島、岡山っていう、あ、面白いね、まあ、J2 の中では本当に、はい、まあ、チーム力クラブ力も持ってる、はい、あのチームたちなんで、うんうん、この最初の岡山ぐらいまでにどれぐらい勝てるかだと思うんですよね、うん、ここで勝てないとちょっと厳しくなっていくと思うんですよね。小手さん、序盤ちょっと楽しみというか、そうですね、注目ですね。はい、いや、 J1 からこう J2 に来たチームってやっぱ最初すごく戸惑うんでね、うん、どこのクラブもやっぱり、はい、こう多分リズムもそうでしょうし、うんうん、だなかなか最初は苦戦するんじゃないかなと思いますけどね。戦い方も当然あの
一つの戦い方だけではなかなか勝っていけないんで、J2 は。いろんなスタイルのチームがそうなんですよね。あるよね。あります。特徴あるよね、J2 って本当に。そうなんですよね。しかも去年はめちゃめちゃとんがってるチームが増えましたから、すごいな、このサッカーっていう。さあ、そんな中で、じゃあ続いて新潟ですけども、まあ、ちょっとこう、新年のイベントで、新潟のイベントに行ってまいりましたが、高橋さんも一緒に行ってまいりましたが、はい、まあ、その後に少しこうメンバーもなんか増えたので、外国籍の選手と前でも取りましたしね、あと安田選手が入ったりとか、はい、ちょっとメンバーも徐々に徐々にまた増えてきてというところになりますが、これ、あの2節のホームが松本なんですね。反町監督。反町監督、はい、これはかなり注目じゃないですか。そうですね、サポーターが意識するんじゃないの。いや、すると思います、ね、やっぱりあの反町監督がというところでは相当意識するんじゃないかなという感じで、まあ、それこそあとは鈴木監督がね、どういうふうにチームをまとめてくるかなという、はい、まあ、いろんな経験をやっぱりされてる監督ですからね、うん、まあ、代表のアンダーカテゴリーもそうだけども、ジュビロの黄金期をやっぱり作った人も鈴木監督だし、うん、今日はあのマサ君って呼ばないんですか。呼ばないですよ新潟の時はマサ君、マサ君、今日は鈴木監督。ああ、なるほど。北条さんはこの前飲みながらマサ君、マサ君って呼ばない。やめてください、やめてください、やめてください。でもそれぐらいこう ある種偉大な監督でありますが、まさ、ね、君って、はい、呼ばせてもらえるぐらいの大きさがあるってことですか。そうですね、選手はそう言ってましたから、当時のね、だってそれこそすごい選手たちが集まってたあのジュビロの時はね、どうやってこうまとめてたんだっていうぐらいのチームじゃないですか、ね、でもそれをまとめた監督さんですもんね。だからその手腕っていうのはすごく楽しみにしたいと思いますが、さあ、そして、もう1チーム降格したチームが、大宮アルディージャということになりますが、これ高橋さん、シモビッチ選手が入ったって大きくないですか。まあ、点を取れるかどうかっていうことからすると、うん、まあ、昨年の実績からすると、はい、あれでね、2桁、まあ、20点以上取れてる選手なので、うん、まあ、期待は大きいとは思いますけどね、はい、うん、僕はあと橋渡さん、 なんか僕は、はい、僕の勝手な思いなんですけど、うん、なんかマテウス選手がめっちゃ活躍するんちゃうかなって勝手に思ってるんですけど、はい、いや、もうあの左足でのシュートとか、はい、左足を使ってのパスドリブルっていうのは、はい、やっぱもう J1 クラスの選手なんで、はい、うん、まあ、かなり活躍はするでしょうね。あと大前やんなきゃダメじゃないの。いや、やってもらわないと、うん、ね、やっぱ昨シーズンやっぱりもう自分でも悔しかったと思いますよ。いや、絶対そうでしょう、ね、え、だからちょっと今シーズンは、ね、やっぱりこうやろうってそういう気持ちは強いと思いますけど ね、うん、で、あとちょっとこう例えば江坂選手が抜けた、瀬川選手が抜けた、ちょっと攻撃陣が、まあ、ちょっとね、うん、薄くなってしまいましたけども、それこそさっき言ったようにショーミッチがそれだけの、うん、まあ、パワーと、まあ、得点力と発揮してくれないと困るという部分はあると。でもシモビッチ選手みたいな選手がいるっていうことは、大前選手が活躍するできる状況ができてるんじゃないですか。うん、フリックでね、ね、裏に飛び出してっていう形は想像できますもんね、すぐね。なんかこう裏のスペースに出ていくようなシーンがもしかしたら増えるかなという感じがしますが、そして昨シーズンプレーオフに行きました、じゃあアビスパ福岡見てみましょう。はい、こんな感じでございました。あ、ホーム連戦なんですね、岐阜、京都とこう連戦になるということですが、やっぱり水間さん、エースのウェリントン選手がそこでしょね、はい、抜けちゃいましたが、はい、どういうふうに組み立てるんだろうか。どうなんですか、北条さん。いや、想像つかないですね。ちょっと大きい人でしたからね、気がない意味でね。で、どうしてるんですかね。結構あのメンバーも相当チームを退団した選手も多い、うん、 多いね、多かったですね、今回は。彼の選手もね、行ったりとかしてましたからね。帝、うん、キャプテンもそうですね、そうですね、ね、出てたしね。だから、で、あ、そうか、冨安選手はで海外に、はい、あ、そうですね、で、亀川いない、そうなんです。ちょっと、新しい福岡じゃないですかね、になるんですかね、多分、そういう形になると思いますけどね、うん、サイドから行って、まあ、セットプレーも含めて高さみたいなところがなくなってくるので、はい、うん、まあ、去年、浩二がボランチで、はい、山瀬浩二がね、活躍してくれましたけども、うん、はい、同じように、まあ、使い方されるのかどうかとか、うん、まあ、いろんな部分でちょっと興味深いですね、うん、まあ、稲田監督も3年目になるんで、はい、まあ、選手もちょっと入れ替わった中で、うん、また新しいアプローチの仕方っていうのも、まあ、やりやすくなると思うんで、
またその新しいスタイルっていうのを見せてほしいですね、うん、特に柏で7年ですかねヘッドコーチ、うんはい、ずっとネルシーヨの下でやってて、うんうん、で、まあ、監督になって3年目ですからもういろんな引き出しをまだ持ってると思うんで、まあ、それをこう今シーズン出してもらったら楽しみですよね。あの橋谷さんこういつも同じメンバーでやってると強くなるかというとまたそうじゃなくてちょっとやっぱ刺激とかもチームにはいるんですね。そうなんですよね、うん、まあ、ベースはねちょっとあった方がいいかもしれないですけども、うんはい、やっぱ入れ替えはちょっとした方が監督が長くなっていると逆にフレッシュな部分が出やすいですよね、うん、そのあたりは高橋さんその何かメンバーを入れ替えるのかシステムを入れ替えるのか何かこう変えていかないとチームに刺激を与えていかないといけないという部分も、まあ、だと思いますし、うん、あとは奥野が去年来て今年2年目なので、はいまあ、そういう部分でも2人でもう1回なんかチームっていうことを、うんまあ、ビルディングアップしていくのかなとは思いますけどね、うん、僕はもっと長郷選手に出てほしいなと思うんですけど ね、 まあ、ね福岡の、ね、何でしょう、うん昔か、まあ、生え抜き顔ですもんね、まあ、鈴木純が帰ってきたっていうのもありますけどね、うんはい、ちょっと今回ね、うん、ちょっとあの選手がもっと活躍するいや本当に、ところも見たいなと思いますが、さあそして、ジェフユナイテッド千葉行きましょう。昨シーズン終盤の追い上げは見事でしたね。柱谷さんはあのジェフのサッカー昨シーズンどうご覧になったんですか。もうハイプレスハイラインで、うん、ちょっと刺激的なサッカーだったですねまああのまあ、誰も、まあ、結構やりたいサッカーのスタイルであるんですけれども、あ、はいまあ、要はハイリスクハイリターンですね、はいはいはい、やっぱリスクはすごい高いとは思うんですけども、うんうん、でもハマった時 の、 その、まあ、90分支配できたりとか、うんまあ、ずっと攻撃できたりっていうところでは、うん、もう面白いサッカーやってたなっていうのはありますし、うんまあ、監督エスナイル監督が、はいまあ、選手 の、 あのコンディション面とか食事とかも変えたりとかして、うんうんはい、もういろんなものをこう千葉にもたらしてきたんで、あ、まあ、それがあの、まあ、今シーズンまたどういう形で、うんうん、出せるかっていうのは、まあ、楽しみですね。あのやりきったよね。やりきりましたよね、はい、しかも追い上げてね最後はね、こう尻上がりにどん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 上がっていきましたから、面白いチーム。これだからよくあるのが前のシーズンいい形で終わるじゃないですか、うん、だから次のシーズンうまくいける方またちょっと別物だったりするじゃないですか、はい、まあ、対策変えてくるかもしれないしね。そうですよね、そこも難しいですけど、うん、またでも途中からほら入ったあの例えば為田選手だったりとか矢田朝日選手とかすごく実績出しましたもんね、うんうん、まあ、よかったと思います本当にね。だから今シーズンの千葉は信じてやれば怖くないみたいなそうね、リスクはかかるけど、うん、俺たちはこれなんだっていうのを本当に徹底したからだとは思う、はい、どっかに迷いあったら多分ダメでしょう、まあ、J2 が長いですからね、うんうん、なかなかジェフ長かったんで、うん、こう上がれない中でアイスナイル監督が来られて、うんうん、でもこれやるしかないっていう、そうだそうだ、まあ、クラブも選手もそっちの方向でみんな行けたのが良かったんじゃないですかね、はいはい、これは北条さん今シーズンは千葉にとっては、はい、まあ、多分毎年勝負なんでしょうけどそうですね、今シーズンは相当、まあ、ある種チャンスなシーズンなのかなという感じもするんですけど、そうですね、去年はね最初はやっぱりこういう大のサッカーやって最初はなかなかね、うん、こう落ち着かないともあったと思うんですけど、もう腹くくって最初からこういけるん で、 で逆にあのこうやられるパターンがもう逆に言ったらはっきりしてるんで、うん、はいはい、逆に修正もしやすいんじゃないですか、うん、問題、まあ、だからって簡単に修正できないですけど、うん、ただ問題がはっきりしてるから、うん、あとはどう防ぐかっていうことを考えてできるんで、うん、そこは逆にいいんじゃないですかね。僕はあのゴールキーパー の、 あの佐藤優也選手 の、 あの走行距離をみたいなたま、ちょっと気の毒になる時ありますね、 ねそこまで出ていかなきゃいけないのかっていう、走行距離とヒートマップみたいですね、はい、どんな動き J2 出ないんだよね。ああそうですね、出してほしいですよね、 J リーグにお願いして。いや本当に多分メッシより走ってますね多分キーパー J リーグに。いやいやすごい走ってると思いますよ、はいはい、さあそして昨シーズンプレーオフに行きました東京ヴェルディ行きましょう。ちょっと、まあ、ダブル安西選手がそうです、ね、とかいう選手もありますが、ちょっとそのユースの選手もそうですけども これまで経験のある選手をちょっと新しく入れたっていう感じですかね。生え抜きの選手たちがいなくなる、うんうん、まあ、ダブル安西プラスダブル高木、はい、うん、ダブル高木そうですね、大ちゃんよっちゃん、はい、いなくなってしまいますので、まあ、去年やってたサッカーにどういうふうにこう、うん、選手が変わった中でやってくるのかなと、うんうん、
大体監督が守備のベースを作って、はい、でコーチが攻撃のなんかベースを作るらしいですよね。みたいですね、はい、で指示を見てても大体攻撃の時になったら、うん、そのアシスタントコーチの人が出てっていうのを若い方がね伝えるんですけど、はい、相手のなんか特徴を消しながらそういうところどんどんウィークをついていくみたいな、うん、そういうサッカーをするので、うん、まあ、それが選手が変わった中でどういうふうにできるかなっていう、慣れてた選手がいなくなるとやっぱ結構苦しいかもしれない、うん、でもまあ外国籍選手が結構いいから、うんうんうん、あとガーヒーがね登録名ガーヒーでできなかったっていう、ガーヒー選手残念だったって言いましたよ比嘉ですけどね、ガーヒーにしようとしてたんですか。そうです、ガーヒーにしようとしてた却下されたらしい、却下された、あ、これも何かで見ました。なんすか、あの人、まあ、知ってますよ、普段比嘉選手がガーヒーと呼ばれてるのは知ってますよ登録名にしようとしてたガーヒー面白い人ですね、あの人もね、活躍してほしいです。僕柱谷さん、ロティーナ監督のサッカーっていかがですか。安西に 3-4-3 で、はい、ワイドの選手を、はい、左利きの安西を右に置いて、うん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 、右利きの安西を左に置いてっていう、はいはい、あのスタイルっていうのは、うん、あんまり見たことないなかったんで、やっぱ右サイドは右利き、左サイドは左利きっていうイメージがね、まあ、3-4-3 のワイドプレイヤーだとそうなるんですよね、うんうんうん、でも 4-3-3 とかの、うん、4-3-3 のフォワードだったら、はい、逆足の選手を置いて、うんうん、カットインしてシュートってあるんですけども、はい、あの両ワイド置いてたのは、うん、いつもなんか記者にちょっと質問してみたいな感じで言ってましたね、見ながら。それは柱谷さん聞けばいいじゃないですか。なんでですかって聞いたら、ね、僕が手挙げるのはあれだったんで、はいはい、あれ最初前半はそういう風にしといて後半また入れ替える、途中で入れ替えないとか、後半の方がいいんですよやっぱり結構ね試合して入れ替えたりしてましたもんね。だから安西和樹の方が左に最初右にいて左になるんですけど、はいはい、すっごいスピードでガー上がっていってクロス上げたりとかして、で後期も右で上がったりとかして、はい、そっちの方がいいんじゃないかなと思ってたんですけども、うん、あれ逆にする発想っていうのはまたすごいなと思いましたね。やっぱりそのあたり外国人監督の方って思いっきりも結構すごいですか。そうですよね、うん、選手も若い選手ガーッと使ったりとかするのはやっぱ外国人監督多いですからね、はい、相手混乱させるのかな、最初はこうやってもう後半はもう本来の形にするとか前半我慢してとか、だからそのやっぱり前半での状況を見ていったらみたいになるんですかね、うん、ね、いろんな段を持ってるでしょうね、きっとプランをね、はい、持ってると思うんですけども、さあその他注目、じゃあ水沼さんから J2 でこのチームちょっと見といた方がいいんじゃねみたいな、一番最初に言いましたけど栃木はそうですね、あ、昇格してきました栃木 SC、 はい、はいはい、やっぱりこのチームはまあ、ちょっと苦労しましたから落ちてね、うんうんうん、で J2 でも活躍してほしいですし、あとは水戸の長谷部監督、うん、はいはいはい、はい、すごく楽しみにしてます。水戸も結構メンバーが入れ替わって、ね、というところですが、逆にその入れ替わったということは長谷部監督職を出しやすい、まあ、多分、まあ、編成から多分いろんなことが言えたのかなとは思いますけどね、うん、さあ、柱谷さんは注目のチームありましたら。僕は岐阜と京都、ね、岐阜と京都、はい、まあ、岐阜は大木監督が昨年やって、はい、まあ、庄司が中心になってね、うんうん、あのゲームを、まあ、支配するっていう、はい、まあ、相当ポゼッション率も J2 の中では高くて、うん、はい、パス本数もめちゃくちゃ多かったんですよね、うんうん、だそれをまた大木監督がメンバーが変わった中で、うん、もやるかっていうのが一つ楽しみなのと、これメンバーでもだいぶ変わりましたよね。変わりましたね、まあ、特に庄司のところは大きいかなと思うんですよね。で、シシーニョ選手も徳島、はい、はい、なんでだからまたその新しいメンバーで同じようなことが、そうですね、まあ、やると思いますね間違いなくやると思います間違いなくやるんでしょうね、スタイルなんで、うん、はい、だからそれがこういつ頃出来上がってくるのかっていうのも楽しみ、そうですね、はい、ですね、はい、あと京都はいかがですか。京都は、はい、やっぱ上がってほしいクラブでもあるんで、はい、まあ、あの若い選手も昨年結構出てきましたしね、うん、はい、京都出身の選手もいますし、うんうん、まあ、トゥーリオが途中でセンターフォワードになって15点去年はまあ取りましたけれどもまあ今年はセンターバックで通してもうやるっていうようなコメントも出てましたから、まあトゥーリオが最終ラインをしっかり締めて失点少なくして、で若い選手たちとか新しく入ってきたブラジル人の選手たちがあの点を取れば
十分あの1位にも狙えるぐらいのポテンシャルはあるんじゃないかなと思いますね。あれスタジアムなんか新しくできるんですよね。亀岡に、はい、やってるんですけれども、うん、なかなか進んでないっていうことはありますが、まあ、できるのは間違いないと思うんですけども、ね、うん、監督でいうと下田山口も面白そうですよね。確かに、うん、あれ山口かなりメンバー変わりましたよね。入りましたよね、はい、新しく結構実績のある選手も、うん、だから下田がどういうサッカーをするのかなっていう、うん、楽しみですね、はい、ちょっとあのいろんなどういうメンバーが出てくるのかというところで、まあ、注目にはなりますが、続いてじゃあ J3 の方もちょっと見てみたいと思います。昨シーズンの J3 の名前落ちた J3 の、チャンピオンチームブラウブリッツ秋田見ていきましょうか。はい、ブラウブリッツ秋田はこのようになっています。さあ橋谷さん、昨シーズンのブラウブリッツ秋田ちょっと途中で若干失速気味かなと思いましたけども最後はまた上げてきました、はい、そうですね、まあ、サッカースタイルが非常に攻撃的で、うんうん、やっぱこう結構まあ点も取れるチームなんで、はい、まあ、今年も間違いなく上に行くかなと思いますね、うん、結構攻撃的な選手がメンバーは新しい選手も入れてますね。そうですね、それと、うん、これ開幕から3試合の中で、まあ、セレッソ大阪群馬ガンバっていうこの 3チーム続くんですけれども、うん、アウェーか全部アウェーだね、まあ、全部アウェーかしょうがないですよね、その開幕のところっていうのは ね、まあ、そうですね、はい、雪でできないようになるんで、うん、この3試合やっぱ重要でしょうね。これはなかなか北国のチームはそうです ね、北条さん大変ですけども、ね、ここでいかに勝ち点を稼げるか、そうですね、まあ、それと、うん、まあ、チームがある程度スタイルが出来上がってるんで、うん、はい、まあ、相手をスカウティングしてどうのこうのっていうのはないとは思うんですけれども、うん、はい、このアンダー23のチームっていうのはどんなメンバーで来るっていうのがそうだ毎回ちょっと分からないんですよね。その時によって変わりますね。そうなんですよね、はい、だから難しくなると思いますね、このスケジュールを見ると。水野さん結構あれ見たことあるメンバー多いなという時もありますよ、この U23 のチームは。あります特に FC 東京とかすごい時ありましたからね、はい、前田良一が出てたりとか、はい、梶山選手が梶山選手出てたりとかしましたからね、はい、米本選手が出たりとか、はい、2年ぐらい前はコータも出てる時もありましたしね。23って名乗ってる意味がないですよオーバーエイジ枠みたいな ね、 まあまあね。で2試合目がね、J2 が落ちてきた群馬でしょ。この3試合アウェーっていうのはね、うん、ちょっとまあでもやっぱり水間さん優勝したっていうことはやっぱり他のチームのマークも厳しくはなるでしょうし、いやもちろん意識はするチームだと思いますね、うんうん、まあ、ここに勝とうみたいなモチベーションは多分高くなるし、まあでもライセンスがないんですよね、うん、まだね。そうですね、なんかまたスタジアムをなんか作ろうというような なんか動きがあるとかないとかっていう話はちょっと聞いたことはありますが、はい、結構それのモチベーションみたいな多分柱は北九の時に、うん、そうですね、ライセンスがない中で伝わってた時もあったので、はい、でもあんまり関係ないですけどね、それは関係ない関係ない、勝ちたいっていう思いはね、あ、まあまあまあもちろんね、はい、さあ、ザスパ草津群馬、まあ、J2 から降格ということで、J3 のシーズンを迎えるわけですが、やっぱり2節のその秋田ですね、昨シーズンの J3 の、チャンピオンチームと落ちてきた、こう降格した群馬が戦うという、本田さん群馬はでもある程度こう戦力はなんか保ってたのかなという気がするんですけど、ちょっとそこをちょっとね心配っていうか気がかりでしたけどね、うん、はい、なんとか持ちこたえて、はい、で、まあ、監督も変わってすごくこう、うん、ポジティブに選手たちを取り組むんじゃないかなっていうのはもうありますよね、はい、ジャンボ大久保選手が入ったりとかですね、平重選手が入ったりとか、はい、開幕戦 あの福島戦は面白いと思いますよ、うん、あの田坂監督が2年目になって、はい、うん、まあ、去年も前半戦すごく良かったんですよ、うん、まあ、ボールに対して人をどんどんかけていくサッカーのスタイルで、はいはい、まあ、それが2年目になるんで、はい、またチーム作ってくると思いますから開幕戦面白くなると思いますね。なんかメンバーが固定するしかなかったみたいなこと言ってた、選手層がちょっと薄かったんだって、うんうん、福島は田坂が言ってましたけども、はい、まあ、その辺の補強がね2年目になってどれぐらいできたのかということも関わってくると思うし、うん、まあ面白いですね。スタジアムもすごく、まあ、雰囲気もすごくいいらしいですね、うんうん、サポーターとかも結構いて、うん、はい、まあ、クラブの運営もすごくうまくやってるんで、うん、面白いクラブだと思いますけどね。そのあたりでこうどういう戦いを見せるか。でもザスパ草津群馬はあの
布監督が、まあ、もちろん、ね、高校サッカーで実績を残された監督ですけども、うん、この J の舞台で指揮を取る中でどういうサッカー見せるのか、それはすごく楽しみですよね、うん、同じようには多分行かないからね。そうですね、はい、高校、まあ、コーチでやってるので、うん、全然そこは問題ないとは思いますけど、はい、あとはそれこそ群馬っていう地域が、うん、まあ、まあ育英が優勝したってこともあって、はい、で今年なんかクラブも J3 に落ちたということで、はい、多分いろんな試みはしてくると思うんですよ。なるほど。もう原和樹とかもう直立不動ですからね、布の前行くと。やっぱり市船、市船の出身のね、もう市船の布に教えてもらったやつらはもう直立不動でパッと頭下げてますからね。それみたいなプロすごいですよ。それは練習は見れるようになってるんですかね。あー練習をね、はい、なんか昨シーズンは見れなかった、見れなかった、ね、ほとんど練習がなんか練習やってんのかっていう噂もあって、マジで。まあまあ、いやだから練習ちゃんと公開してね、うん、ファンが見れるような環境にしようしてくれたらいいですよね。ですね、うん、さあそして、ギラバンツ北九州もちょっと見ていきたいと思いますが、こちらも、監督さんも変わってというところですが、開幕戦初戦が、試合がないということで2節からの登場でホームの琉球戦ということになりますが、柱谷さん北九州、はい、いかがですか。ちょっとメンバーというか結構経験のある選手が、まあ、対談した部分も多かったかなという気がするんですが、ちょっと入れ替わりましたけれども、うんうん、まあ本当に僕も思い入れあるクラブなんで、はい、もう1年でも早く戻ってほしいなと思ってますから、うん、頑張ってほしいですね。あのスタジアムも素晴らしいですね、はい、いいスタジアムですし、まあ、森下監督のもね、はい、手腕でしょうね。やっぱりこう経験ある監督さんですし、金沢でもやってますし、うん、はい、まあ、いたたするとは思いますけどね。なんかあの金沢をこうずっとこう J3 から上げて J2 でやったあの勢いとかチームの一体感ってなんか見てても気持ちのいいチームでしたね。なんかすぐに試合終わった後にピッチでエンジン組んでなんか話をしてとか、はい、うん、もうそういうのがなんか雰囲気が良かったですよね。だからそういうのをまたこう北九州でどういうチームとしてこう植え付けていくかっていうのが、まあいろいろクラブがね監督選ぶときに、うん、はい、そのクラブがどういうことを目標にしてるかによって、うんうん、その監督をやっぱ選ばなきゃいけないと思うんですよね、はい、だから今年森下監督がなったっていうのは、はい、やっぱそういう経験のある監督で、うん、もう絶対上がらなきゃいけないっていう、うん、やっぱそれでなったわけですからやっぱ期待できますよね。うん、さあ強化で佐野徹入りましたからね。あ、そうなんですか、はい、日産の昔、はい、佐野さんが、はい、あ、なるほどなるほど、しっかりとサポートしてくれ。さあ長野行きましょう。北条さん、長野もこの上がることをきお、まあそうですよね、大きく期待されてるチームですけど、あ、もう何もう時間がないからやめとこうか、うん、え、あ、出ない、なるほどなるほど、まあでも長野もこれだから期待されてるチームやっぱ結構多いですよね。そうですね、長野もそうですし、そうですね、まあ、琉球で富山も結構メンバーが変わりましたしね、うん、あの宇木監督がやられて、はいはい、僕が山形の時にキャプテンだった、はい、あ、選手で、ね、選手なんですよ、うん、はいはいはい、だからその選手時代からすごくリーダーシップがあった選手なんで、うん、あ、こいつ将来いい指導者になるなと思ってまあやってたんで、こうやって監督になってやっぱ応援したいですよね。なんかカリアで経験を積んで、はい、そうですね、でカターレ富山、はい、富山も本当にこうメンバーも入れ替わって、僕あの木本選手もなんか残念ながら引退したんですけども、うん、なんかこうまたいい選手もね、そうやってこう楽しみな選手もいたんですけども、うん、で琉球もライセンスありますから、ここはなんとかちょっとこう、うん、いいところを見せてほしいな。バンちゃん行ったしね。そうですね、出てますね、バンド選手、沖縄ですよ。バンド。でもだからそういうのは本当にあの地元の方ぜひあのゲームを見に行っていただきたいなと思いますけども、だから盛り上げるために行ったって言ってたからね、っておっしゃってましたもんね、はい、バンドは。あとはあの北条さんどうですか、はい、昨シーズンに J3 に参入した沼津が3位という、そうですね、成績でしたけど、なんか見ていてもすごく気持ちのいいサッカーでした。気持ちいいサッカーでしたよね、本当にね、うん、それすごく大事ですよね、うん、見てる人もこう気持ち乗ってきますから、そういう作家してくれるとね。あの監督の吉田監督のなんかこう朴突とした感じの、うん、あの人間味あふれるあのコメントとかもすごくこう好感があるんですけども、チームとともに多分監督もいろいろ成長してってるっていうような、なんかそんなような感じのチームじゃないですかね。で、あの方もずっとこうチームにいらっしゃる方ですから、うん、そのあたりもちょっと注目していければなと思いますが、各クラブの日程詳しくは J リーグ .jp でご確認いただきたいと思います。
たくさんの方ご覧いただいて本当にありがとうございます。ツイッターでもいろいろ質問を送っていただきますが、あやくるさんからのメッセージは、この手のオリジナル生番組わっしわっしわっしやってほしい。何やこのわっしわっしじゃない、ね、わっしわっしって書いてるでしょ。だわっしわっしだ、どっしの人がじゃなくてわっしわっしあわしわしやりたいと思いますが、ね、わしわしって書いてるでしょ。そうですね。あ、ここに書いてあるな。デコさんからのメッセージは、 J1 はもちろんですが J2、J3 にもスポットを当てた番組が欲しいと。ネット配信なので日程決定座談会のような誰もが気軽に見られるレベルのものが良いと思う。 J リーグ全体で盛り上げてほしいというようなコメントもいただいておりますが、まあまあもちろんその試合の勝った負けたの結果もいいんですけど、やっぱこうやってなんか高さんあーらこうだ喋るのも結構重要ですよね。はい、原さんもおっしゃってましたよね。ね、やるでしょまた。まあ多分やると思います。なんとあの LINE ライブ視聴の方が、19時時点で35万人の方がすげえご覧いただいて本当にあのありがとうございます。すごい数ですよ高さん、35万人すごいですよね。本当にありがとう。タカさんだって最初3人とか言ってたでしょ始まる前3人やったらどうしようみたいなこと言ってたでしょ自信なかった。35万人の方すごい嬉しいですね。ありがとうございます。で、まあ、今日は、まあ、これ見終わった後でもいいですけど、またゆっくりこう皆さん日程を見ながら、はい、こうクスクス笑ったりとか多分自分のスケジュールと合わせて見るでしょうね。そうそうそう、間違いなく。そうそう、そりゃそう。であと学生さんは例えば試験の期間とかね、仕事の方もそうですね、いきなりこうどっか遠くに飛ばされたりすることもあるかもしれないし、まず絶対に行くっていう試合を決めるのかな、うんうん、まあ、そうじゃないですか。そこからそこからじゃないで予算とかいろいろこう考えてってとか、例えば今シーズンは長崎行けるなみたいなことがあったりするんじゃないですか。長崎いいとこですからね観光地もあるし、食べ物美味しいし温泉もありますからね。だからちょっとこう余裕持って、はい、行った方がいいですね、長崎なら。いいですね。去年ね、はい、デイズの試合で名古屋のサポーターの方と駅で会って、はい、で金沢の試合を見に行くと、うん、で富山で会ったんですよ、はい、でなんでかって言ったら、そこからそこまで富山まで車で来たと、はい、でそこから新幹線に乗って、はい、で金沢行って、はい、で試合を見て、はい、終わって金沢から富山戻ってきて、そこから車で帰るんですってでなかなか J2 の試合を見れることもないし、うん、こういう時じゃないと旅行もできないんですと、うん、ご夫婦だったんですけど、あ、まあ、そういう楽しみ方もいい、ね、なるほどっていうふうに思って行けないとこに行けるっていうのもありますよね。だからまあ例えば、まあ、新潟の方とかでも結果的にはその J2 に落ちてしまったのは残念なことですけど、うん、じゃあその1年をなんか今までね J1 の時代に行けなかった場所に行けたりもするわけじゃないですか。いろんなもの食べたりとか、うん、まあ、そこ文化ではないけどそこに触れたりだとか、うん、まあ、そういう意味では今年長崎に本当にいろんな人が行かれると思うんですけどね、はい、うん、いい街ですもんね、うん、でも北条さんそのあたりはサポーターの方よくご存知で、はい、楽しみ方よくご存知ですよね、はい、よく知ってますよね、うん、もう店もちゃんとね押さえてくれてますからね。あそこが美味しい、あそこが安いとか、はい、温泉ならあそこだとか、はい、もう全く僕ら分かんないようなことを全部知ってますよね。だからそのあたりで、まあ今日はこう日程をご覧いただきながら、あのいろいろこう考えていただければなと思いますが、さて配信時間も残りわずかとなってきましたが、最後に改めてゼロックススーパーカップの見どころをお聞きしたいんですけども、じゃあ水沼さんから聞いていきましょうか。まあフロンターレとセレッソなので、うん、はい、すごく何でしょう、デュエルみたいなところがたくさん見られる試合なのかなというふうに思いますし、うん、まあ、言っても両チームとも攻撃部分のタレントはいるので、はい、まあ、そういうところのこう対戦というか、うん、まあ、白熱した試合を見たいなと、まあ、今年の J の開幕戦なのでね、うん、はい、大いに盛り上がってほしいなと。なんかちょっと華々しい試合を見たいかなと思いますが、はい、柱谷さんはいかがですか。いや、もう攻撃みたいですね。両チームの攻撃力っていうところに注目してみたいなと思うのと、うん、それと僕もまあ現場行きたいと思うんですけども、うん、埼玉スタジアムでね、はい、あるのと、ちょっとその前座の試合があるじゃないですか。あ、はいはいはい、あの高校選抜と J リーグ選抜、うん、はい、まあ、あの試合も毎年ちょっと見て、わう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 、その後あのこのゲームを見るんで、はい、ちょっと早めに行ける人は行ったら面白いかなと思いますね、うん、ちょっと将来 J の舞台で活躍するような選手がいるところですからね、はい、高校選手権で活躍した選手もね、はい、出ますからね。
さあ、北条さんはいかがですか、はい、いや僕は新戦力ですね、両チームの。やはりここがどれぐらいかっていう。でやっぱり開幕戦と微妙にメンバー違ったりしますからね、うん、開幕戦も結構その2節以降と全然違うメンバーとか、監督さんやっぱ最初一発目なんかトライしようっていう感じがこう試合に出てくるんで、そのあたりはちょっと注目したいなって感じですよね。まあなんかいろいろこうグルメがあったりとか、あとまたあのマスコットが大集合したりとか、結構あの楽しみの多い首都ゲームということなんで、皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います。富士ゼロックススーパーカップのチケットなんですけども絶賛発売中です。詳しくは J リーグ公式サイトをご覧くださいということですが、高橋さん意外と3時間もう終わろうとしてますが、休みなかったですね。トイレも行かなかったですもんね。そうですよね。ね、行かないように水は全然飲みなかったですよ。でもなかなか楽しかったんじゃないですか。楽しかったですね、なんかあっという間に本当に3時間過ぎてしまいましたし、またやりたいですね。またやりたいですね、はい、橋谷さんはいかがでしたか。いややっぱ J リーグ原さんがねこういうのを企画して、まあ、J リーグ側から配信していくっていう、やっぱこの取り組みがまず面白かったのと、まあ、こういうのも各クラブが本当にこういうスタジオを作って、クラブがこうやって配信していくような時代に、なっていくのかなって思いましたね。そうなったらまた面白いですけどもね。さあ北条さんいかがでしたか。なんか言っちゃいけないこと言ってないんですよ。大丈夫ですよね。めっちゃ言ってました。言ってました。そんなことないです。いやいや。そんなこともないですけど。であればいいです。でもこういうなんかのはどんどんなんかやっていきたいですね。そうですね。原さんがやるって言ったらやれるんじゃないですかね。そうですね。はい、まあでもその言い出しっぺの原さんがもうすでにいないという。まあでも言っていったことは確かだからね。もうあのここでもう現地残してますから。はい、なんかずっと言ってましたよ。なんかどんどんアイデアちょうだいよって言ってたんで、はい、あの見てる方々もどんどん自分のアイデアを寄せると実現してくれる可能性があるので、おっしゃっていただきたいなと思います。はい、ということで今日は日程を出たということで皆さんで楽しんでいきました。今シーズンも J リーグをたっぷりと楽しみましょう。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。